シックシャワーと検索するとすぐに見つかります番組ロゴのリンゴの絵が出てきますのでそれをクリックして番組チャンネルでチャンネル登録というボタンを押すと登録できます私たち3人はお酒飲みながら配信するから盛り上がること間違いないねただでさえ普段から自由なのにお酒が入ると一体どうなるんでしょうそこも含めてぜひお楽しみにビューシャンとのみんなで楽しみましょう あと、二日 <laughs> 完璧完璧こんなに完璧な告知があるでしょうか関東に一言一句違わずやりました、うん、自然にね <laughs> ナチュラル <laughs> あれ先週も聞いたなこれ <laughs> えっとタイトルがカウントダウンよしみ編っていうことで<う>よしみカウントダウンしてないんだよねやったのマリさんなんだよね仮タイトルかな多分、ね、先にタイトルで仮で入れといたやつがそのまんまこう本番出てきちゃったやつかな,になっ <laughs> 仮タイトルかなきっとなんかでもこんな原稿があったらワクワクするよねワクワクするねあのお伝えしたことねちょっと噛み砕いていきましょうね実は うん、皆さん原稿だったんです今のそうなんです、うんね、気づいた方も少ないかなと思いますうん,うん,、うん、うんナチュラルだからね私たち <laughs> ネットでミュージシャン会いックシャワーオンラインオフ会プレゼントが公開になりましたはい豪華ですね本当にめっちゃいっぱいあるんだよあのね携帯に貼る用のシールでしょ、うん、番組のシールそして車のかっこいいシールねそうマリさんがねステッカー貼り職人の時に貼ってるやつですねそうしかも普段は白が多いんだけど今回赤うん なんかミュージックシャワーのグッズって本当にたくさんあるのであ,るあのー、なんでたくさんある中で今出してないやつとかもあるんですよねあるよねステッカーのこの色も多分普段は出てないですもんね見ないもんねうんでね T, T シャツもねこのトートバッグほう。黒地にちゃんとしたしっかりしたものよに銀色でミュージックシャワーって書かれて初めて見るでしょ初めて見ました初めて見るのいっぱいあるよでね T シャツももちろんあります今回こちら用意してるのは L サイズの黒地に白で「ミュージックシャワー」っていうロゴが入ってるものと、うん、あとタオルほらこれも初めて見たピンクのの薄ピンク色にオレンジ色で「ミュージックシャワー」ってロゴが入っているもの、うん、これもかなもしかしてこれもかもしれないここに来てるってことはラクチーナのボディーソープのセット、うん、はいすごーいあ,あもういいい匂んにたくさん ある用意してるんですね今回他にもあるんでしょうわ他にもいろいろ出てきますのでいいですね豪華になってきましたね結構たくさんの人に当たるはずもうあと2日ですもんね、うん、ちょっとずつ皆さんからねあの登録者数もどんどん増えてきて今2000人を超えたのかな今何人ぐらいになってるんでしょう超えたって言ってたねえたくさんの方に登録してもらっていると思いますあの 事前に皆さんにやっておいてほしいことはえっ、ー、と二つですあ、三つだね三つです一つは、うん、えー YouTube チャンネルの登録、うん、これまず済ませておいてほしいうん、うん、ねまあ普段からこの番組の様子が放送されてるからねそうそう今2100人登録をしてくれてる、はい、ありがとうございますめっちゃ演技がいいんじゃない2100え、そうね、これより増えたら ちょっと演技が良くなくなるかもしれないね。あどうせだったら二二二二にしよう。ほらまだ二が好きだから <あー S 2> お願いします皆さん。そうですね。あと百二十二人 2> 2お願いします。<laughs> チャンネル登録してくださいね。でチャンネル登録をしなきゃいけないのが一つ。うん、もう一つが YouTube の今回コメントであの皆さんの参加してもらうんですけれども、うんうん、コメントするために Google のアカウントが必要なんですよ。なので Google のアカウント持ってない方は、うん、あのアカウント取得 で持ってる方は you の、うん、YouTube の YouTube 携帯でもパソコンでも開くと右上にアカウント画面が出てくるのでその部分であの自分の登録をしておいてくださいそしたらあのコメントできるようになる Google アカウント持ってない方は事前に Google アカウントも取得してくださいでもう一つが、はい、あの7時にスタートするのでスタートするまでにお酒とおつまみ、うん、要はその画面の前から離れないでいいようにいろんなものを用意してスタートした方がいいと思います。 結構ね画面あのちゃんと見ててほしいし一緒にね飲んでる感じも演出したいなと思うのでぜひ皆さんにはあの飲み物とか本当に宅飲みのの感じですよねそうそうあのお家のね自分の部屋でくつろげる場所で全部用意して7時を迎えてほしいなと思うだから、うん、チャンネル登録事前の Google アカウント取得そして、えー、お酒おつまみの準備 ここまで済ませて7時にたどり着いてほしいなと思いますなるほどねじゃあ他にもさタイガー聞きたいんだけどあの原稿上にあったんだけど何するか決まりましたかってタイガーが聞いてまりいろいろ考えてきて決まってきてるんだけどってあるんだけど何が決まってるのそれはお楽しみだしパーソナリティにとってもお楽しみです要するにタイガーもわからないそうよ私たちも今お楽しみ状態で待ってるからなるほどね そうよ一人かななと思ったんだそんなのそりゃそうよお楽しみにした方がいいかなって思ってる人がこの原稿書いたんだからなるほどそれは私たちにもお楽しみですそっかじゃあュゆちゃんと同じ立ち位置だそう知らない私たちも知らない何をするんだろうね本当にわかるのはくもじねさんが来るってことだけだからね本当にそれだけあと2日2日。 昨日ちょっと話したら「うん、わ」ってなってからさ皆さん3つしかやることないんですからね私たちもっと膨大にやることあるんだから土曜日までに <laughs> この3つはぜひやってほしいねうん。 そうしないとコメントで参加ができないので今思ってることとかあの聞きたいことツッコみたいこととかのコメントができなくなっちゃうのであのこの土曜日のオンラインオフ会に関してはツイッターではなくて YouTube のコメントで参加を募りたいと思いますどうぞえ登録しておいてくださいさて今日の「ミュージックシャワープラスプラス参りましょうメッセージテーマは栄養栄養私はこんな方法で栄養をとっておりますそんなに好きじゃないけど栄養のために摂取をしている 栄養があると思ったらそうでもなかった知らないで食べていたけどすごい栄養があった栄養を考えたら食事の品数が多くなった心の栄養はまるですなどお待ちしておりますえメッセージの宛先は music.rbc.co.jp までお送りください、はい、そして今日も祝っていきます正午のコーナー全力で祝いますこのコーナーはお誕生日記念日合格出産年日就職昇格告白成功などなど 皆さんの誰かの嬉しい出来事を私たちが全力でお祝いしますオリジナルのおめでとうソングも歌います長すぎないメッセージとともに12時までにお祝いする方のふりがなも書いてお送りください正午からのコーナーですお祝いしたい方と一緒にお聴きくださいそして今日の午後1時からの日替わりコーナーはこうチつ,つけます私たち MC2 人がある2つのものを対決させ番組限定でコうつつけます例えば風チャンプルー対豆腐チャンプルー赤信号対青信号などなど 物人生き物出来事など様々なもので対決します皆様からは対決させたいものを募集しますぜひお送りくださいお待ちしておりますそして毎週木曜日は沖野綾アナウンサー,ー、ね、沖の木縄のコーナーがありますそうですよ沖の木縄ありますよみんなやったね楽しみだね 沖縄移住2年目の沖縄が沖縄をより知るために調査体験検証などを行います午後時分からとなっています皆さんお楽しみに皆さん驚くかもしれないですけどねマリさん原稿がないと喋れない人ですからね今原稿を探してる間に「沖縄のの」みたいなふわっとした空虚な言葉を吐いてたんですからね今これで笑いが起っちゃうっていうの もう, <laughs> もう,もう何にも残らないよ <laughs> 元気と元気だけ。いい <laughs> これで笑えるっていうのが <laughs> マリさんの魅力の一つですね。あ <laughs> っ <laughs> っていうのね。どこにあったかなさて今日のファーストソング<す>参りましょう。そう今日のファーストソングはぜひともまあ。 結構ね SNS で見た人聞いた人も多くいると思うんですが桐、はい、山商店のマストが今月の中旬頃に SNS に1分ソングを作ってアップしたのよ見ましたこれがねまたさとっても可愛くて、うん、さらにその歌に森のクジラさんがイラストをつけて改めてアップしたものがこれがね大人気で石垣の保育園とかでも歌われたりしてるみたいで。 やっぱマストの思いとしてはもうこの時期保育園とか幼稚園とかいろんな場所で一緒に歌ってほしいということでいろんな人がこのマストが作った歌を歌ってアップしていますので SNS でもぜひとも皆さん見てほしい YouTube の木山 TV でも見ることができますのでぜひともチェックしてくださいさあお届けしましょう今日のファーストソング超かわいいよ木山商店マストの曲「きっともうすぐだから」。 かわいででしょ歌詞がとっても素敵ですね今あの YouTube でね映像を見ながら、うん、PV っていうことになるんですかねこの森のクジラさんの描いた絵を見ながら私たち曲聴いたんですけど、うん、絵もまた素敵ですね。うん うんかわい,いのまさに本当に今のこの状況の、ね、子供たちの心境を歌ってるんだけど大人もまさに同じ気持ちでいるからさ本当ですよね,ねきっともうすぐ高校の、ね、インターハイが中止になったりとか中大連、全中が、ね、中止になったりとか、うんまあ、ちっちゃい子たちも何でお友達と遊べないのかっていうねモヤモヤした気持ちっていうのがあってそれをこう歌にしてくれるとなんかそれ自分で歌ってるとねすっと落ちるところがあったりとかして。うん とってもねなんか子供たちの心のケアとかよく言われてますけど、うん、まさにこういうことなんじゃないかなと思いますね<え>素敵ですねこの歌がもっともっと広まるといいなきっともうすぐだからというタイトルで、えー、ネットにもね SNS にもアップされてますぜひチェックをしてみてくださいさてミュージックシャワープラスプラス今日もリクエストとメッセージお送りいただいた方の中から抽選でプレゼントがございますご紹介します、えー、まずはベースミックス制作番組オリジナルステッカー一名様に そしてベースミックス制作番組オリジナル T シャツ2名様に今日は S サイズのブルー1つ M サイズのグリーン1つ用意しておりますサイズと色を書いてメッセージを送りくださいそしてミュージックシャワークイズ正解者には宮崎自撮取の居酒屋7段3店舗で使えるジムビームレモンサワー1ヶ月飲み放題定期券ペアで1名様にプレゼントしますたくさんの方が宮崎自撮取の居酒屋7段で チキンナンバーを買いましたっていうツイートをね、ハッシュタグミュージック社はつけてあげてくれてますね。買うよ、マリ。うん、な,らなんでチューブにいないんだろうって思ってる。本 <laughs> も、あのね <laughs>、店長にもね、直接言いましたもんね。ナム <laughs> に固まりすぎっていう。<laughs> そうですね。そうです、ね、糸満と三城。 登録でしょそう <laughs> もうなんかミュージックシャワー帰りに買っていくしかないですね <laughs> そうなんだよ <laughs> ぜひぜひ皆さん、えー、テイクアウトもやっておりますので、えー、注文してくださいメッセージにご希望のプレゼント書いて住所氏名電話番号を忘れずにお送りくださいご応募お待ちしてますはいそして番組は FM 周波数92.1国一でクリアなステレオ放送でも聞くことができますパソコンやスマートフォンからはラジコで聞けます 一週間遡って聴けるタイムフリーの機能もありますツイッターでの参加は「ハッシュタグアルファベット小文字ミュージックシャワー」でつぶやいてくださいスタジオの様子は番組 YouTube で配信中またフェイスブックページでは放送内で面白かった場面の動画もアップしてありますさらに番組公式 LINE ではテーマやキーワードに反応しておかしな返信も見られますぜひ友達追加してちょんまげー「ミュージックシャワー++」ププラスプラススここからはヒルトン沖縄茶ンリゾートの提供でお送りします ミュージックシャワープラスプラス皆さんからのツイート紹介していきましょうこちらえー、ありがとうございますシーマルさん何なんですかこの棒読みは<え> <laughs> 気づいちゃったんだどの辺りがマリが気になったのはチュラクさんがお二人の茶番に僕のおへそも思わず茶を沸かしましたってへ、はい、えー、どんな手沸かすの、はい、さなんか勢いじゃない勢いで言っちゃったんじゃない盛り上がると思って。<laughs> 本当は湧いてもないのに湧いてない、湧いてないけど、いてないあるよこういう、こういうこと私もよくあるから盛り上がると思って勢いで嘘をついちゃうっていう時あるいもうちょっとねやめてあげてってなや <laughs> さんがもう白いタオルが今飛んできたからもう倒れてるよってもう起き上がれないよ、この人はって。<laughs> くみもさんからかわいそうに絶対楽しいはずなのにタイガプーは記憶なくなるんだはずねって自信はない <laughs> 記憶がずっとある自信はない大丈夫マリーいつもみんなの記憶係だから <laughs> はいお願いしたい、うん、本当に任せてうんありがとうございますいろんな方がツイートをもらってますえ原稿だったのって小ぶりおかみさん、ね、そう実は原稿だったわけ。 でね、えー、とツイッターであ、えー、来てたのがアンツバさんツイッターでのツイートも OK ですかとツイート OK なんですけどおそらく私たち YouTube のコメント欄しか見てないので、ね、ツイッターを紹介することはないかなと思うのでもうのみ後日「ハッシュタグなんかミュージックシャワー」の月曜日の時に「ハッシュタグミュージックシャワー」でつぶやいてくれた人のツイートを見るみたいな感じですねなので当日参加するにはコメント欄のみです の YouTube のチャンネル登録ができる環境にある方は、おそらく Google アカウント登録する環境にもあるんですよ。であそ,うだ、ね、そんなに難しくないです。Google アカウントっていうふうに検索したら出てきますし、うんうん、手順結構あの簡潔に書かれてるので、メールアドレスと番号かな、メールアドレスが必要なのかな、番号も必要かな、ぜひねあの、調べてみてください。全然難しいことじゃないので、うん、やってみてください。ありがとうございます。いろんな方からあこれ あの決まってないパターンだとかってきてましたね。本当に私たちもまだあのわからない状態。<う>ただなんで安心してるかっていうと全然わからない状態で、うん、あの打ち合わせとかもあのそんなにないままに始まってもミュージックシャワープラスプラスなら大丈夫。そうね。基本, <laughs> 基本そうだもんね。そう,そう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 。ぶっつけ本番が多いんだよねマリたち。本当にもう私う一番近くであの <laughs> お酒飲みながら二人の会は楽しめるぐらいにしか思ってないですからね。<laughs> 披露するのとかも合わせてやったっていうのってないもんぶっつけ本番が本番のステージだオッケー。もう本当にぶっつけ本番本当 <laughs> に,にだから別の次元の人たちだっていう風うに思わないと本当に心が折れる瞬間私よくあるミュージックシャワープラスプラスのイベントとかやるときこんなにさらっと話しただけでできるんだみたいなえ今 ディレクターのなっちゃんさんが言ったこうやってねっていう言葉からどれだけイマジネーションを膨らませてどれだけ相手の意図を組んでそうそうそうっていうのが仕上がる仕上がる仕上げることができるっていうのは本当特殊能力ですよ。マジかーって思いますよ。 <laughs> 1日ノートにちゃんとあのこうやって言ってたから多分こういうのが欲しいんだろうなとかあこういうことやったら喜ぶかなとかこれはじゃあ NG だなとか全部紙とかにまとめたりノートにまとめてあじゃあこういうなんか風に派生したら面白いかもなとかっていろいろやるのにこの2人はねさらっとやるのよこれ。 これさむ,むかつく <laughs> むかつく <laughs> 夏子さんもむかつくっていう <laughs>、うん、<laughs> 夏哉さんほんと言葉少なめでしか言わないの<う>がっちり打ち合わせするんじゃなくて <laughs> ある程度遊びを持ってやったりとかするけど二人はさらっと完璧振り返ってみたらもう何も取りこぼすことなく <laughs> でもさこれ一個だけりんたろーさんとマリンの共通してるのは自分が楽しむっていうスタイルだわけそう ね、そうそうだからクオリティは求めてないわけ本当はよ楽しむっていうのは実力が必要だわけ実力がないと楽しいはないわけよ実力がないとさらっとやったら楽しいはずがないの絶対に盛り下がるし絶対ごめんねちょっとあれどうしたんだろう今日私 <laughs> あれどうしたんだろう <laughs> 愚痴っぽくなっちゃったいや好きなのよ二人とも二人とも好きなんだけど <laughs> 愚痴っぽくなっちゃっただからなんだろうカルシウムが足りないのかな私は大丈夫たいな ちょっとイライララカルシウムが足りないのかもしれないねだから周り何か2人でカラオケ大会優勝した時は、うん、笑ったわけでしょ <laughs> あ二2人がめっちゃ面白くてやってやったのに、うん、あ優勝しよったっていう<ー> <laughs> たまにいるわけよこういう天才がむか <laughs> つくよね <laughs>、うん、全国もし1位とか取ってるやつだ体こんなやつね本当にねつくよ一応嬉しいよね、うん、嬉しい嬉しいよねでもどこか <う>ん <laughs> 優勝しよったっていうのがある <laughs> どこかで <laughs> だから今回のオンラインオフ会もきっと大丈夫大丈夫よ <うん S 1> ちょっと楽しみよね <laughs> 楽しみ何が生まれるんだろうって思ってますね <laughs> うんあそうですそうごめんこれ言うの忘れてましたあんつばさんからご指摘 YouTube の名前とラジオネーム違う人もいるからその辺気をつけないとねということであの Google アカウント取るときに名字とお名前登録してくださいって出るんですよで大体の方が実名でやるんですけどもあの 実名で登録しちゃうとあのコメント打っても例えばラジオネーム何々さんっていうのが私たちの中で繋がらないじゃないですか、うん、なのでごめんなさい、えー、と3つって言ったんですけど4つですやることまずはチャンネル登録で、うん、Google アカウントの取得、うん、その後にアカウント取得した後に YouTube チャンネルの、うん、そこれも右端あ右一番右上か右上の端っこに自分のアカウントのタグが出てくるのでそこを押して Google アカウントの管理って押して、うん、自分の名前の変更 個人情報っていうところからお名前の変更しておいてくださいああ、そっか、うん、なるほどねソラシドばさんが私 YouTube だとソラシドばさんじゃなくてデラックスマツコになるけど大丈夫かも <laughs> <laughs> なんでここも本名じなのよ一応マリアそれについて <laughs> 大丈夫よソラシドちゃんってわかるから <laughs> 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 直せるんだね直せますニックネームとして直すことができるので <laughs> まあ、検索してみてもいいですし今言ったような手順でねラジコタイムフリーがあるのであのだいたい10時このね10時24分頃を振り返ってみてやってみてください簡単です YouTube 行って右上自分のアカウントのアイコンタップ Google アカウント管理を押して個人情報のタブを押してプロフィールの欄から名前を変更ってやるとラジオネームのままにできます まなるほどね。うん、で島島ブコさん、やばいすでにタイガーさんの説明についていけてない。<laughs> YouTube 見てるだけでもいいですか？とこれでもいいですね。いいろんもち見ててくれてるのが嬉しい。そうそうそう。うん。さあ。メッセージいきましょうか。いきましょう。はい、こちらはあ何はファイターズさんから。 さんさんこんにちは先週金曜日に採用され晴れてミュージシャントになりました約1年越しさて40代に入ってから栄養を考えるようになりました若い頃は好きなものを食っていた自分ただ周りが痛風にかかったとか成人病になったとか聞くと食事も考えないといけないと思い野菜を頑張って摂取するように考えました晩酌の時にビールにサラダチキンとサラダで食べる日もあります うん、昼ご飯に青汁や野菜ジュースを飲んだりとなるべく偏らない栄養バランスを考えた食生活を送るよう努力したいと思いますそうねどのあたりか、まあ、自分の健康をちょっと崩したりとか体調がコントロールできなくなった時に意識していきますよね私一昨年ぐらいに、うん なぜかすごい体調不良になっちゃって、うん、しょっちゅう仕事に穴を開けてしまうっていうところまでなっちゃったので、うん、声が出ないとか、うん、あの39度まで熱が上がるとかそういうのになってたので、うん、栄養を考えてあのいろいろやりましただから結構なんだろう皆さんとなんかあーそれ分かりますっていうの今日はあるかなと思います栄養まあ独学とかねいろんな本読んだりとかってだけですけどそうねやっていくと面白いマリ基本、うん、ちっちゃい頃からそうなんだけど栄養、えー 高いものだ野菜とかが好きだしもとそういうことねちっちゃい頃から振り返ってみたら自分が食べてるものって全部健康にいいものだったんだなっていうパターンですねそそそそう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 ,そう,うんいいことですよねなんかあの分かりやすい話でいくとやっぱ色の濃い野菜とかっていうのはそれだけ栄養価が高いっていう指標があったりとかねあのいろんな栄養の見方があったりしてこの栄養素はこれと一緒にとった方が効率がいいとか。 体調を崩しやすい今の時期だからこそこの栄養素は欠かしちゃいけないよとかそういうのがいろいろあるんですよねはあ面白いですね今日ちょっとねいろんな話が飛び出してくるかなと思うんですがそ,、ね、その季節に応じて出てくるものを食べた方が一番ベストよね、うん、そうやっぱ旬のものってそれだけ美味しく感じるってことは栄養素が高いっていうことなのですよねリクエストもお届けしましょうポルノグラフィティメリッサ お届けしたのはなにわファイターズさんからのリクエストボルナグラフィティメリッサでしたミュージックシャワープラスプラスここまではヒルトン沖縄チャタンリゾートの提供でお送りしましたミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養栄養でお待ちしてますはい初メール来ていますはい、よかつのキーマーさんはい。ありがとう よかつのキーマーさんありがとうありがとうございますこれまで聞くだけリスナーだったんですがメッセージ書く時間ができたので投稿しますいつも笑いをくれてありがとうございますまりさんは変なかつの変なの人って聞いたんですけど本当ですかって聞いてますが <laughs> 実は違うの違うね変な好きだけどうる、ん、ま市のシカーですねまりは<ー> <laughs> どっかでねじ曲がってカツレの人ってことになったんでしょう、ねで 変なの人でも全然いい。その辺プライドがあるのかなと思ってます。うんうん。ウルマシに間違いはないから、これがなってなったらノーってなるけど。きっぱり分かれるからね。沖縄の人か読みたけど、ちょっと中部に入ってたら全然まあ大丈夫。もうウルマ市だったらもう全然問題ない。小山中でしょって言われる。でもまあ別に。あまあまあ。 近いではあるぐらいおろくんちゅうでしょうっていうのあもう全然違うよっておろくに似てはいるけどチューブ持ってって聞いたことがある県内の方からなんかおろくだっけおろくはチューブに近いんだよね言葉な言葉のねまりだったりとか地域性みたいなのがすごく似てるって聞いたことがあるちょっとなんか仲間意識があるおろくはあそうなんか。勝手にね 不思議ですね沖縄の文化不思議だなと思ってます離島とね本島でも違いますもんね <laughs> 違<う>ラジオネームきょんきょん58さんから頂きましたテーマ栄養、うん、部活してると大会前なのに栄養会激励会などのイベントしてませんでしたかあた栄養会って懐かしい栄養会とか、えー、私も中学校から高校までずっと部活をしていました大会前になると各家庭で一品、えー、料理を持ち寄り えー、先輩後輩関係なしにみんなで栄養会をしておりましたそこで分かるのがちゃんと栄養を考えたメニューを持ってきているのかそれともただどこかで購入したメニューを持ってきているのか私の母親も唐揚げやチキンなどの肉を担当してくれてましたまたおにぎり担当<ー>デザート担当とかも分かれてるんですねおにぎり担当のお母さんは爆弾おにぎりやポーク卵おにぎりなどそれ1個食べたらお腹いっぱいになりそうなメニューが多かった気がします デザート担当のお母さんはフルーツポンチ、ティラミス、シフォンケーキなどを持ってきたり今ではとてもいい思い出ですねタイガーさんはずっとバレーしてたんで栄養会とかやってたんじゃないですかどんなメニューが好きでしたか栄養会いい思い出と悪い思い出両方ありますよねえ、いい思い出はいい思い出はみんなでね一緒に美味しいご飯を食べるバーベキューしたりとか、うん、あのー どよそのお母さんのカレーを食べられるいい機会ですよねうん、うん、美味しいこんな感じになってんだってうちのうちのもこういう具材入れてよみたいなそういう新しい発見があるねうん、うん、いい思い出悪い思い出は本当に息切れするまで飯を食わされるって言われるご飯って本当に限界超えたら息切れてくるんですよだんだん、うん、はあはあってなってくるんですなるほど、ね、そう中高の頃なんてどんだけ食べても自分の体の、えー、力になるとエネルギーになるって言われてたのでうん、うん 本当にたくさん食べさせられてましたねお肉もお腹いっぱいから本当にそっからご飯もう2杯、えー、お肉も持ってきた分だけだから何百グラム食べなさいこれも食べなさいあれも食べなさい 特にだから細い子ね筋肉のついてない細い子は本当に泣きながら食べてましたかわいそうだね <laughs> めっちゃ嫌な思い出だね <laughs> そう結構ねあのなんだろうある程度部活が一生懸命なとことかね本当になんか全国狙うぞみたいなとことかこういう感じだったと思うみんなん栄養界懐かしいな息切れするまでご飯を食べてましたね。 多分体中の機能を全部消化に使ってるんでしょうね息が切れてくんのご飯ってほんとねほんとに限界超えたら <laughs> そう <laughs> ご飯食べて座って食べてるだけなのよ <laughs> なのにだんだん息が切れてくるわけ <laughs> 体中のエネルギーを全部使って全力疾走みたいになってるんだろうねうかなりのエネルギー使うから、うん、消化にほ、うんとねやってたな全部残さず食べて全て力に変えろ筋肉に変えろみたいなうん、うん、適切だったのかちょっと分かんないですけどね <laughs>、うん 散策さんが、ね、ツイッターで焼肉食べ放題の店でラグビー部の栄養界をライバル校と合同でやったら出禁になりました相当食べるだろうねねえ本当に信じられない量食べる人いますよね目の前で食べてたら、うん、も,うもう見てるだけでお腹いっぱいになるぐらい食べる人いますよね、うん、いや元取らんとっていうけど、うん、いや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 また最初の一皿で元取れてたよっていう話でしょ。 これちょっとでもまあお店からしたらたまったもんじゃないですが絶対そうある程度武勇伝ですよね部活動の時に食べ放題行って出禁になったぜって店からしたらたまったもんじゃないですけどね元取ったんでしょうねだからこの部活動相当でしょ食べ放題ね元取るって難しいよ元取ったんでしょうねきっとはいれではがさあ森さんビール上宮です昨日はリクエスト祭りお疲れ様でしたそう楽しかったんだたね アンドヤーグマイ中だから栄養の蓄えがお腹にたまるばっかり動きたい動きたい動きたい動いてないのにお腹すくのは何でかね不思議やすさーっといただいたリクエストお届けしましょう斉藤和義歩いて帰ろう。 お届けしたのはビール上宮さんからのリクエスト「斉藤和義歩いて帰ろう」でした。 ミュージックシャワープラスプラスメッセージテーマ栄養栄養でお待ちしております来てますよ六軒お味噌さんはい。昨日ミュージャとトネームをつけてもらった六軒お味噌です面白い名前をつけてくださりありがとうございますテーマの栄養といえば栄養ドリンク 疲れた時はグロン酸肌荒れにチョコラ BB お酒を飲む前飲んだ後にはヘッパリーゼ CM みたいになりましたが私は栄養ドリンクを使い分けていますですが眠れなくなったりするのでお酒と栄養ドリンクの飲みすぎには注意しましょう,う栄養ドリンク飲みますか栄養ドリンクたまにああでも本当にたまにかもそうね、うん、あのー、何でもそうだけども栄養ドリンクがないとっていう風になるのを が怖いなと思って、うんうん、何か食べ物だったり、飲み物にできるだけ依存しないようにしてはいますね。うん、コーヒーもそうですけど、ちょっと危ないなと思ったりとか。うん。まあお酒にしちゃってるけどね。私は良くないけど、本当にだから飲み物、ね、食べ物これがないとダメだ。これがないと調子が出ないってならないようには生きてはいるね。マリーそういうのがないんだよね。うん、あの人生、何かにハマったがな？いわけ。ああ、そっか。うん。はあ、これ結構、ね、もうこれがないとダメとか。 小さい欲望なんですってタバコもそうらしいんですけど要するに習慣なんですよタバコを吸わなきゃいけない、えー、吸いたいっていう欲求って今日お昼ご飯脂っこいのにしたいなうんでもまあいっかぐらいのこれぐらいの欲求なんですってだから人間が別に耐えられないレベルの中毒性はないらしいんですよ、うん、ただご飯食べたらタバコを吸うっていう習慣になってるからそれくくルー,ティーンになってるからだそうそうコーヒーがないと遅くまで起きられない で意外にコーヒーやめてみたら別に起きられるんですよね、うん、でもコーヒーがないとって自分が思,思い込んでるっていう状況らしいですだからできるだけ食材とか飲み物に依存しないようにっていうのはありますよね、うん、あそう,そうなっちゃうとこれがないともうだから起きてられないとか仕事が<う>手につかないとかってなっちゃうからもっともっと何にもないからそれがそっかもうあるとしたら眠りたいっていう要求ぐらいでもそれって自然でしょ自然 自然だけど <laughs> マリさんは人一倍強そう強い強い眠くなったらばれるからね<ー> <laughs> こちら宮崎のサタンさんから <laughs> 数ある栄養素の中で私はビタミン不足に、えー、敏感でございます<ー>自宅にいる時は庭に出ればいろいろと野菜とかが食べられる野草とかを植えているのでポリポリ食べたりしています<あ>すごいかっこいいかっこいい出張が多いので野菜不足に、えー、陥りがちなので 抜け殻みたいになって帰ってきたパパの姿を見ると小児の次男はスーっと栄養ドリンクを差し出してくれますうんかわいいんそんな時ホストクラブにはまる女性の気持ちわからんでもないなって感じますねと例えが良くないね本当に、ね、<laughs> <laughs> 優しさに飢えてるのかなか、ね、息子をホストに例えたね <laughs> でもこういう時の栄養ドリンクは 確かに補うっていう意味でねうん、うん、使っていくといいですこれがないとダメじゃなくて、うん、補うっていう意味でいいよ、ね、使っていくとねいいですねそうそう何かあった時うそうねごはんあのなんだろう糖質オフとか言いますけどね、うん、ああいうあれ糖質も重要な栄養素で脳みそ働かせるものなので,で、ね、糖質とタンパク質と野菜ちゃんとバランスよく食べてないと、うん、どっか体の中に不具合が出てくるんですよね、うん、で人によって抜けやすい栄養素って決まってるんですよ ビタミンが抜けやすいとか、マグネシウムが抜けやすいって決まってて、だからその人が同じ量を食べても抜けていくんですよ体から。だからタンパク質が不足しやすい人、体からバンバンタンパク質が抜けていく人はタンパク質一いち取ってないと体に不具合が出てくる。 本当にでその栄養素を壊すとバランスを崩すと体調を崩すっていうのにつながってるだからただ風邪をひいたじゃないしただ免疫が下がったじゃないしただ骨がもろくなったとかでもないんですよねそうだから人によって本当はみんな例えば炭水化物は太るってなってるけど人によってそうじゃない人もいるから<う>太りやすいものも違うからこれはねだから体質なんだよね今って調べることももちろんできるけど多分自分の体だから自分がよくわかってるんですよ、ね本当は 多分自分に合わないもの食べたら気分悪くなるわけああ、敏感ですね体のアンテナがちゃんと働いてる証拠だと思いますそうそうそうだから食べたいなって思うものを食べるようにしてるああ、素敵これはもうでもアンテナがしっかりとしてるというかあの自分の体にいいものっていうのちゃんと分かってる証拠だと思います、ね、聞いてた方がいいね体の声ねそう,そういうのがいいね選択していきたいねい、ね、こういこう。穴町のてつさんからいただいたリクエストをお届けしましょう、はい、平井県グロテスクフィーチャリングアムロナミ お届けしたなアナマツの鉄さんからのリクエスト、<laughs> 平井健、グロテスクフィーチャリング、<laughs> アムロ波江でした。アナマツの鉄さんね、いいリクエストでしたね。<laughs> 平井健好きなんですよ。ちょうどこれ聞きたかった。メッセージありがとうございます、アナマツの鉄さ,さんね。ツイッターもあります、ワラスポさん、えー、あいやワラスポさん、歩いて帰ろう、ルンルンと来てました。本当に人に言うもんじゃないね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 飲み過ぎには気をつけてとか皆さんねいろんな栄養の知識多いんですねありがとうございます、うんえー、ミーチマーチョさん何かを抜くダイエット基本はしない方がいいと思って食事を減らす程度であとは運動でどうにか体重キープしてるそれが一番いい足腰は鍛えないといけないからそうねどんどんねだまりもうガリガリな人見たら心配になるもんねはあ<ー>。大丈夫ってなる 確かにね怖いですよね、うん、意外にだからお肉とか抜いてる人とかもね、うん、骨が脆くなっちゃうんですよねタンパク質抜くとうん、うん、気をつけながら行きましょうミュージックシャワーは心の栄養ですって言ってくれてる人がいてすごく嬉しいですめっちゃ嬉しいこの後もお聞きくださいこの後は明日へのメッセージお送りしますミュージックシャワープラスプラス11時にお会いしましょう 時刻は午前11時になりましたミュージックシャワーププララススここからはスイートハピネス白バラ洋菓子店子育てタクシーの沖縄交通あなたとコンビに沖縄ファミリーマートおいしい笑顔を作りたいコクワフーズハロースマイル流進ハウジング借金過払い金のことなら司法書士法人永田事務所求人誌ルーキーのラジカル沖縄元気勇気いきいき 琉球補聴器の提供でお送りしますミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養栄養でお待ちしておりますメッセージリクエストお寄せいただいた方の中から抽選でプレゼントベースミックス制作番組オリジナルステッカーを1名様にそしてベースミックス制作番組オリジナル T シャツを2名様に今日は S, S サイズのブルー1つ M サイズのグリーン1つ用意しておりますそしてミュージックシャワークイズ正解者には宮崎自撮りの居酒屋7段3店舗で使えるジムビームレモンサワー1ヶ月飲み放題定期券をペアで1名様にプレゼントしますメッセージにご希望のプレゼントを書いて住所氏名電話番号を忘れずにお送りください宛先は music.rbc.co.jp までお送りください Twitter からシマシマプーコさん置いてかないでって来てますす <laughs> でにオンラインオフ会のための YouTube チャンネル登録 Google アカウントの取得つまずいておりますもう聞くだけに徹するってなってますね誰かお近くにいらっしゃる方直接会ってあでも今難しいね会ってお話するのはね Zoom とかでどうにか教えられる方いたらぜひ教えてあげてくださいそんなに ズームもあズームの登録からそう,だそうか窓越しに窓越しにブ <laughs> コさんの家窓こんこんしてブ <laughs> ーコさん Google であの検索をするのは可能かな可能だったらあのまだねあのブコさんと同じで登録ができないなって方は検索をしてみてください Google アカウント取得って言ったら出てきます。 すであのに YouTube のチャンネル登録をしたよっていう方でアカウントネームまで変えたよっていう方は試しにあの今も YouTube ライブ配信してるんですよ生放送のライブ配信してるのでそこにコメント欄にコメント残してみてくださいそしたら自分でもコメント欄確認できるので自分のネームがあの名字と名前逆になったりとかするのであの自分の名前が正しく表示されているのかそして届いているのか現在の通信状況は大丈夫なのか確認してくださいね 五月二日ですよ。月の初めで一時間も YouTube 普通に 4G で見てごらん。すぐ速度制限です。すぐギガが死にます。そうかそうか。うん、月初めでギガが死ぬっても大変よ。死ぬ？まに、うん、ギガは死なないと思ってるよ。<laughs> ギガごめんね言葉が乱暴でした。ギガがなくなるっていう意味ね。なくならないよ。<部>だってずっとこれで漫画とかも見れるよ。そうねだから。まに Wi-Fi はオフにしてる。はあなたはギガ不満よ。 ギガ富豪。あ、生まれもそう。あなたはギガ富豪。あ、そうなんだ。そう、私みたいにギガ貧民は、うん、あのあるギガでやりくりしていかないといけないわけ。そっか、そっか。ごめんね。ないでしょ。ギガ貧民の気持ちがわからなくて。お湯にうっすら醤油味を浮かべたお味噌汁ってないでしょ。あなたはギガ富豪のあなたは。ない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 。あ、ちょっと濃いなって。お湯に薄めよう。でしょ。こういうことなのよ。ギガ富豪とギガ貧民、ギガ格差がここに生まれてるわけ。だけど安積さんが。 マリとタイガーは YouTube チャンネル見てるかなってあったから、うん、マリはって気づいたよね。<laughs> 登録してないと思って。してないんかい。いし, <laughs> してるしてる。<laughs> あそうなんだ。もうメイジックシャワーって検索マリラジオ体操しかないから。<laughs> <laughs> そうか。あけ、OK、チャンネル登録した。ぜひねあのー、どうにか LINE とかでもあの協力し合いながらやってみてください。 いやなんかセキュリティをね心配してるツイートもたくさんあったんですけど基本 Google アカウントの取得と YouTube に関してはえっと世界で結構トップレベルのセキュリティなので Google はで iPhone を使ってやってるのであれば iPhone のサファリっていうこの検索機能ね結構高いセキュリティのレベルがあるのであそうなんだあのあんまり変なところにアクセスとかお金が発生したりとかないですあ安心だあミュージックシャープラスプラス2140人になってるはいありがとうございます昨日前が登録したからそっか え、何人分ににななってるるんですか人分ぐらいになってるのか <laughs> あすごいですねパワーがやっぱりあるんですねへえ是非ね皆さん登録してあの、今のうちにライブ配信やってますのでコメントしながらねあの、見られるかどうか見てみてください、うん、メッセージまいりましょうかテーマ「はい、栄養」でお待ちしてますラジオネームひでぼうですはい栄養って言ったらそれはもう沖野やちゃんですよね <laughs> よく考えてください この番組聞く方も覚悟が必要ですよ曲紹介しようとしたら結構な頻度でタイトルやキャス歌手名を噛んだり <laughs> 急かされて、うん、昨日なんてさんざんリクエスト曲をこ,こじらしてあげく曲をかけてみたら全然違う曲だったり。<う> <laughs> 自分がつけたラジオネームを変なラジオネームなんて信じられないことをスカッと爽やかな笑顔で話すアナウンサー室の偉い人がいたりかカッパを見たの犬がしゃべったのヤンバルクイーナーが飛んでいただの真剣な顔で話す電波女性がいたりちょっと肩書きがカッパを見たのはカズヒコニーニーとチョップとターット <laughs> 3人が見た場所はそれぞれ膝側ですよみたんの。 犬は喋った<ー>ダルメシアヤンバルクイーナーが飛んだのを見たのは <laughs> 南部のリスナーさんでマリはヤンバルクイーナーがいるのを天眼側で見た<ー>ここ最近毎日探してるけどまだ見つからない。<笑><笑> 顔もスタイルもいいのに心の奥底に黒い得体の知れない何かが住み着いていてレシーブをしたらなぜか下にボールが行く特技を持つ <laughs> 元バレー部員がいたりとそんな楽しいことは起こるが、うん、10日交換で精神を持っていかれる番組が月曜日から金曜日まで続いているんですよしかも4月かも月ら時間が伸びたんですよ。<laughs> 聞くこちらとしても真剣勝負です、うん、そんな殺伐とした北斗の剣やマッドマックスみたいな世界に現れた救世主 <laughs> それが沖のあやちゃんです彼女こそ僕たちミュージシャントに欠かせない心の栄養剤でありオアシスでありいやもはや女神と言っていい存在 <laughs> 上がったな上の方にあやちゃんありがとう「おきのきなはありがとう」「今日は出勤日ですが安心してください1時30分過ぎには現れます」といただいた リクエストあやちゃんに捧げます <laughs> お届けしましょうエルビスコステロ C この曲マリ好きなわけありがとう,ひでぼうさん <laughs> あやちゃんはもう残念ながらまだ出勤してないから聞いてません <laughs> ちょっとだけ言わせてもらってもいい、はい、ほらなんか昨日のこととか終わったことをこうやって言ってるじゃない、うん、こういうまあクレーマー的な <laughs> <laughs> ちょっとね下ょっとねち滝川さんも言ってたよ日本ならではの「おもいやり」思いやり。 思いやりのないこのメールあ,ー <laughs> あのー、だいたいクリステルさんの方行くんですよ滝川さんの方行くん,んですね <laughs> 本当にあ,あと表出しだったような気がするけど <laughs> まあまあいいですよ <laughs> あんたないね確かに思いやりはでもこう本当なんかねちねち言うような人に改めてなりたくないなって思った <laughs> ヒデボさんありがとう不思議ねこの前振りからこの名曲に行くとなんだかとても気持ち悪い感じになったね <laughs> <laughs> しーっていうところがなんか沖野さんにこうゆっくり近づいて暗闇で後ろからこう近づいていくしーみたいな感じになって <laughs> <laughs> すごく気持ち悪さが増したんだよね <laughs> 名曲なのに名曲マリこの曲好きだっけ<ー>だからひでもさんマリには届いたから <laughs> ありがとういいたくさんの方からついてあついてるじゃないツイッターましたね、うん、ありがとうございます <laughs> クリステル来た今ツイー追っかけて来た<ら>追っかけて来ました今た、ね、<laughs> あ,ありがとうございます <laughs>、えー、こちらは、うん えーとミーちさんちゅーさん、ひでぼうさんの提案が採用されて調査報告書受け取れますように。<laughs> 額に入れるんでしょうね。それはそれは立派な額に飾るんでしょうね。めっちゃよ <laughs> ちチュラらクさん、熱い男の魂の叫びに一同驚愕ってきます <laughs>。見出しみたいになっちゃいましたね。さあ、ロお兄さん、秀でさん、たまにいいこと言うのにたまに気持ち悪いこと言いますねっていう。 熱いね確かに熱、うん、い,暑い魂の叫びが、えー、届けられましたひでぼさんメッセージありがとうございます沖の木縄午後1時30分頃に、えー、来ますので、ねうん、ま熱、あ、いけど深くはないそれだけ言っとく ミュージックシャワープラスプラスこの時間ははなまるきのインタビューをお送りします ミュージックシャワープラスプララスス今日のメッセージテーマは栄養栄養でお待ちしております皆さんからツイートメッセージたくさんいただいてますさてメッセージ参りましょうかはい初メール来ていますマリさんこんにちはタイガさんとは初めましてパワーカー部と言います、はい、栄養ですね炭水化物は永遠に大好きですが体作りのため制限中チートデイ、うん、モけてますが あのよく今出てきたダイエットのやつで、まあ、1週間のうちにこのチートデイっていう日は何食べてもいいよっていうそういう日です。あーチートズルとかあのゲームで言うチーターとかのそう,そういうやつチート、うん、タンパクん質中心の食生活急にラーメン餃子、チャーハンなど食べてもなんやかんやでカロリーゼロで鬼のようにタンパク質取れるってことになればいいのになーって。うーんタンパク質 なんかねあのちょっとお金はかかりますが自分の体質をあの調べるのはできますああマリ調べたよ、うん、ね私も今やってる最近これはちょっと覚えてない何がいいとかは、うん、あーそうなんだ <laughs> 全然覚えてないんだけど <laughs> 結構ねあの人によってどうなのかなどこを信じるかってところもありますけどいろんな指標があるらしくて例えば なんか食べたいなって思う時に、お肉食べな食べたいなっていう人と、えっ、ー、と甘いもの食べたいなっていうタイプあるじゃないですか。うんうん、なんか食べたいなってなった時に、この両方のタイプがあって、大体食べたいなって思う方が太る方っていう説もあります。例えばマリさんだったら甘いものそんなに食べないから、うんうん、どっちかというとお肉とかうん、うん、えっと揚げ物とかの方がまだ甘いものよりは食べるでしょ。うん、それがね、うん、意外に揚げ物もまあ食べるけど、ね、数に限りがある。 あーそういうことかそう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 、うん、もうこれ以上は無理っていうのがあるでもトントンジャッキーのとんかつとか好きかああそういうことねだからそう,うだけどさ皿目とかはもういけない <laughs> そういうことねそもそもでも食、うん、あのね入る量がっていう話もあると思うけどそうそう、ね、結構ねいろんな指標があるんですけどもそうなん難しい太りやすいあの栄養素があるはずです糖質とかある,ある絶対あるよ、ね、そうなんだろうねどうしてもだから全部何食べても太るっていう人もいるのよ 糖もそうだし脂質も何食べても太るっていう人いるのもうかわいそうじゃない知らない方がいいよね <laughs> 知らない方が良くないそうだったらね、うん、うん。だからあのいろんな形で調べてみて自分の体を知るっていうのは大切だと思います、うん、そしたら栄養との向き合い方も変わってくるんじゃないかなうん。こちらはゴリラ先輩からいただきましたリクエストをお届けしましょうオフィシャルヒゲダンディズムでアイラブ お届けしたのはゴリラ先輩からのリクエストオフィシャルヒゲダンディズムアイラブでした今日のメッセージテーマは栄養栄養でお待ちしておりますラジオショーという方からツイッターできてて、はい、水を飲んでも太ります空気を吸っても太りますって来いてたんですけどこれ言う方結構多いんですけど絶対水と空気以外食べてますだから太るんですだってロイソータジオショーが言うのか食べてないよ <laughs>、うん ミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養、栄養でお待ちしてますマリも本当にさっきから栄養、栄養っていうために 栄養ってなっちゃう <laughs> <laughs> みんななってないなってない RBC アイラジオリスナーですね <laughs> そのたんに大河が行った後にマリの中で山口さんは<あ>ええよーうわけパ,パパパンってタンタタンって始まる勝手に午後四時にスリップしないでください大河さんマリさんミューシャンとの皆さんこんにちはそらしどおばさんです小さい頃の検診では必ずと言っていいほど栄養肩で怒られていた私うん それを35年も継続している真面目な私が今欲しいものは心のは心栄養、うん、今年は自粛でオンライン規制が多くなりそうですが、うん、私もいとしの沖縄に旅行気分ということでモーミー師匠とオンラインカネカダンを実,践しています実施しているって旅行に行けなくても何を言っているかわからないカネカダン語を感じ沖縄旅行どころか留学に行った気分になります。<laughs> 無事収束したらぜひ皆さんも金花カの天然記念物多摩森文くんに会いに行ってもらって <laughs> い,やいや本名 <laughs> <laughs> 全部出てるんだってだいたい苗字か名前で区切るのに全部出ちゃってるんだって <laughs> 多摩森文ね <laughs> もみはもう全部わかるからそうねスコットキャラみたいな感じになってますもんね <laughs> <う>んう いいですねでもオンラインでねつながっていい、ね、こういう感じで楽しめたらいいですよねしかも留学に行けた気分になるんだったらな別の言語を聞いているようなね手がかりが少ないよねだから沖縄の言葉ってね <laughs> あの共通語から想像して手がかりが少ないんだよ <laughs> あれこれ全然もう言葉違うじゃんっていう,う、ね、っていうかもう共通語より文字数増えてるじゃんみたいなやつありますもんねわかるわ。 いいですね。宮古島のイラブ島の方言も結構特殊な方言たくさんあるんです。いや絶対そうでしょう。これあのサタデーマグネットのイラブラジオっていうコーナーがあって、うん、イラブ島の方に電話をするコーナーなんですけど、うんうん、そこで出されたクイズでハグキのこと宮古島あイラブ島の方言でなんていうかあります。歯茎ハグキ。ハグキ？パーから始まります。パーンスタート。<laughs> パーから始まる。パーマン。 パーマン歯 <laughs> 茎といえばパーマンパーマン歯茎のイメージないですけどね <laughs> ないないない、うん、でもイラブだからすごいですよ全然手がかりないですよ歯茎のこと パスースって言ってスス <laughs> まさかのでしょスス <laughs> 嘘でしょっていうがパスースって言うんですって、えー、<laughs> イラブ島出身の私でもびっくりした最近パスースが荒れてってなるそう歯医,者の歯医者さんが出してくれたクイズなんですけど年配の方がちょっとのパスースが痛くてよっていうふうに言うとあは歯茎のことをパスースって言うんですよススへ 手がかりがないよねい。歯茎から、ね。唯一同じ三文字くらいね。ま、棒線入ってるけどちょっとパスス、一瞬棒線入って。<laughs> いいですね。いろんな発見があって。面白い。こちらはパラパラ一文字でも違ったらダメさん。うん、ええー、タイカさんマリ、ま、さんおはようございます。僕はこの自粛期間中、ステイホームをしっかりと守り、料理の練習をしています。主に美味しいパスタの作り方。 以前も書きましたがいつか彼女が泊まりに来た時に彼女よりも早く目覚めて「すまんあまりもんで作ったからこんなのしかできなかったけど」と言って作りたいんですおーかっこいいかっこいいねその試作品を作っては食べ、うん、作っては食べの繰り返し栄養を取りすぎた結果2週間で体重が3キロ増えましたああステイホーム食べてばかりではなく筋トレもしてみますそうね合わせてねこれ一番かっこいいですね、うん 朝トントントンつってこんなものしかないけどごめんねっつってカルパッチョとか作っちゃうみたいなねかっこよくないですかマリは朝からカルパッチョごめんね余り物でっつって春キャベツのなんかペペロンチーノみたいなお野菜とちょっとねあの買ってきたお刺身でパパッと作っちゃうかっこいいですよね絶対横文字の料理がいいですよねうん。 雑炊とかではなくて、やっぱり横文字のやつがいいですよね。いや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 、うん、ごめんね、こんなものしかないけどってムニエルが出てくるとかね、かっこよくないですか。育ちの良さをそこから感じませんか。<laughs> でも味噌汁とかいいじゃん。うん。まあ、だ、それは初級よ。味噌汁とご飯<級>。今上級の話してるから。<laughs> あ、上級か。うん、<laughs> そうそうそう。まだまだだね、まだ、ね。そう、お味噌汁とか雑炊はね、<laughs> 誰でもできる。 <laughs> よし誰でもできる <laughs> よしさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。シンディーローパー、タイムアフタータイム。 お届けしたのはヨシさんからのリクエストシンディローパータイムアフタータイムでしたこの時間はジャパネットタカタラジオショッピングお届けしますジャパネットタカタラジオショッピングの時間ですジャパネットタカタのババネットことババさんにお願いしましょうババさんこんにちは こんにちはマリさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますマリさんはい。今日の商品はですね、うん、今日たまたまラジオ聞いてたよとおっしゃる皆さんにはね本当にラッキーですよええー、ラッキーな商品と言いますのはジャパネットの歴史上ですね、うん、今まで一回もご紹介ができてなかった商品なんですよじゃ初登場ってことになるんですね初登場でございまして<ー>しかもですねこの先もご紹介がいつできるかわかりませんええー。 これ何かと言いますとね、うん、特別な商品あの布団の西川の高級マットレス、はい、西川エアーのご紹介なんです本当だ初めてだたことなないいででしょないですこのエアー本当にすごいマットレスで、うん、例えばですね一流アスリートの方が使ってるっていうことでも有名なんですけどうん、うん、あのサッカーで有名な三浦知良選手、はい、キングカズが使ってますへえー、そうなんだ そして野球選手で言いますとねヤンキースの田中雅宏選手ですとかエンゼルスの大谷翔平選手わ<あ>使ってるんですよこのマットレスそうなんですねそうなんですしかもですね、うん、西川エアはお値下げしない定価販売っていうのが基本なんですよねうん、うん、まあそれだけいいものだしそうなんですよ、うん、それをですね西川さんと特別な交渉が実現できました、はあ、と言いますのはねうん、うん、今ほら 家の中にこもっっててて皆ささん生活されてるっていう方多いと思うんですよ多いですね。何よりね、うん、免疫力を高めることが大事って言われてますので大切その,そのためにはねしっかり眠りをとることが大事なんですうん、うん、そこで西川さんと交渉したのはじゃゴールデンウィークの期間だけ特別にご紹介させてくださいと。えーね、でそれで許されましてあ、うん、しかもそうそうゴールデンウィークの期間だけ ちょっとだけお安くさせてくださいということでこれもご了解いただきまして、はい、それでこの期間だけの特別セール特別なことが実現できましたとこういうことなんですね。あ<ー>そうだからあのとは言いながら「ですよ、うん、あのミュージックシャワープラスプラスの中で、えー、ジャパネットのショッピングがあるのはもうゴールデンウィーク期間中今日と明日2日間だけなんですよ。あそうなんですね 昨日はお休みなので、うんうん、すみません、この2回のチャンスの中でなんとかね、この商品をということでお持ちすることができましたので、はい、ぜひぜひ今日はね、いいなと思われましたら、お早めに決めていただきたいと、ここうういうことなんですねなるほど実際にですね8年間使っている三浦選手からもこういうコメントが届いてまして、はいえー、西川エア、2012年から使っていますが、<ー>以前のベッドとの違いは、 朝目が覚めたときにすぐに感じましたすごくいいなと感じましたと、うん、朝腰が重たくなることもなく痛くなることもなく快適に過ごせていますもっと多くの人にエアを使ってもらって日本を元気にしたいですねと大絶賛の商品なんですよわあ、もう説得力ありますよねすごいでしょそうなんですキング数がこういうぐらいですからね、うん、本当だ何が違うかというとですね、うん、これ素材が違います 普通ですね。まあ、お布団でもマットレスでも、まっ平らなものが多いと思うんですよ。うんうん。今回のエアは凹凸があります。ボコボコになってるんです。あ、ボコボコ。今見てるんですけど。るわかります。だうん。ボコボコでしょうん、うん。ボコ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 してるんですよ。なんか卵を入れる容器みたいな。な。そうなんです。そう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 。うんうん、そんな感じ。え、こんなところで寝て大丈夫なのってね。思いますけど。うんうん。まわりさん、これが真逆でした。へー。ね 寝た瞬間でですすねこのの無数の点が体を持ち上げてて支えてくれるんですよなるほどなので本当にエア空中に浮いてるような感じでお休みいただくことができちゃうんですねわいいどこにも力の入ってない楽な寝姿勢で宙に浮いた状態でお休みいただけますので朝までぐっすり本当に深い眠りに落ちることができるわけなんですよ、うん、アスリートの方が愛用するの分かりますよねうん、うん だからエアは高いんですけどそれをですねなんと今回シングルサイズのお値段税込みの3万9800円へえ3万9800円うん5万を切った時点で本当すごいことなんですけどうん、うん、ただマリさんゴールデンウィークだけの特別なことって言いましたなんと今だけここから1万円引きが適用されますのでお<ー>なんと今日と明日の2日間 2万9800円西川エアーの価格をご存知の方はねこのお値段ほんとびっくりですようん、うん、なので皆さんこのチャンスを逃したらもったいないので現金一括じゃなくても結構です分割15回払い月々2000円コースをご利用いただいて西川エアーこのゴールデンウィークだけの特別な とんでもない価格ということになっちゃいますのでね。うんうん、ぜひぜひいいなと思われましたらお早めにフリーダイヤルで一二零四四一の五五五番四四一の五五五番までサイズ違いのセミダブルダブルサイズもありますから詳しくはお問い合わせくださいお待ちしております。はいババネットことババさんありがとうございました。ありがとうございました。ごしたすごいですねキングカズが五十三歳。 まあこの年齢になっても素晴らしいプレーができてる秘密はここにあるかもしれないですね皆さん初登場の商品ですゴールデンウィークのみのラッキープライスお電話は今すぐ西川エアーマットレスシングルサイズは値引き期間終了後税込み価格3万9800円ですが今回はセミダブルダブルサイズもございますよぜひお電話くださいお申し込みはフリーライアル 零一二零四四一の五五五番零一二零四四一の五五五番おかけ間違いにご注意ください。ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。 ミュージックシャワー++、ププラスプラススここまではスイートハピネス、白バラ洋菓子店、子育てタクシーの沖縄交通、あなたとコンビに沖縄ファミリーマート、おいしい笑顔を作りたいコクワフーズ、ハロースマイル、流進ハウジング、借金、過払い金のことなら司法書士法人永田事務所、求人誌ルーキーのラジカル沖縄、元気、勇気、生き生き、琉球補聴器の提供でお送りしました。 メッセージご紹介します来てますはい栄養タイガーくんヨガパチナイチロンチロンピーさんやっぱしハ早晴れ町からメッサー t h i ロ i ヤルスヒーハー発射してテーマ栄養といえばやっぱしローヤル語でもパチナイ出るモンテとしてるナーベーラーの栄養がああ半端ない初頭でからに ハッサーまずカロリーがヒーハーと低いがパチないビタミンミネラル食物繊維に加え生活習慣病の元になるものもヒーハーと改善するもんだからもうよ赤とりでゴシゴシヒーハーするのはもったいないインサイトハント状態よ。<laughs> <う> 県外の方からすると食べ物っていうイメージよりは体を洗ううってい年配の方が体を洗うものっていうイメージらしいですね。今なんか別に30代40代の,あの関東の方とかがあれで体を洗ってるわけではないらしいですね。あでも結構さあるあるある。あそうなんだ 年配の方ががって聞いたことがあ、うん、自然派の人たちからしたら結構やっぱいいから<ー>そうナイロンとかで肌を傷つけることなくみたいなあそういうことかはっサちなみに得意のロイヤルナーベーラーレシピはナーベーラーの皮むいて1 5ンチくらいにヒーハーと輪切りにして、うん、パカない油で炒め切ったポーク軽い葉野菜を入れてナーベーラー汁が出たらそこでお湯で溶いた味噌隠し味で 甘みあ何これこれ何？三温糖？なんで<ー>三温糖って？ああ三温糖お砂糖の種類です。へえ<ー>、うん、あるんだ。あります三温糖。三温糖で甘みを出し、<ー>あとはグツグツヒーハー煮込んでいい食感になったらヒーハーロイヤル五分クッキング出来上がりだけど。 ハッサナベラ食べそうなタイガーくんナベラパチナイチロンチロンピ P さんぶっちゃけ A オパチナイな自分レシピなんてありますミロドリゲスあげやっぱしそんな自分ヒーハーチックな歌プレゼント希望っていうことでダらか <laughs> え三温糖って分からないお砂糖の種類ですねそうそう、えー、結構一般的じゃないですかグラニュー糖とかなんかお,お料理で使う方のお砂糖三温糖のイメージありますねそう 黒糖とか蜂蜜とか使ってる茶色みがかったこのパッケージ見たことあるね、あ、そっかマリさん黒糖を使う派だからとかそうそう蜂蜜とかなんて料理もそっかそっかね、いろんなお砂糖を使いますがこれサモ糖なんだねいいですよね鍋ベラの味噌煮とかね 最高ですよね。お味噌でやってるやつ。鍋ラーは美味しいね。美味しい。なんか苦手な方も多いですよね。土臭い感じが苦手っていう人も結構聞いたことある。いる,いる。いる言わするね。うん、ねああ、美味しいですよね。確かにナベラいいね。いいね栄養たっぷりなメニューを持ってるっていうのはいいですね。リクエストをお届けします。this is ロイヤルからのリクエストワンオクロック自分ロック。 This is ロイヤルからのリクエストワンオクロック自分ロックでしたミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養でお待ちしておりますが、えー、ラジオネーム希望ということでメッセージをいただきました、えー、大学にマーリーマーリーがつけてくれたラジオネーム忘れたからもう一度つけてほしいですうん、えー、好きなもの OBP えー、西野カナ性格は惚れやすいけど冷めるのも早いこれくらいかなマーリーにつけてほしいとお願いします上から下までマリーさんにつけてもらうってことですか、ね、あ上から下までマーリーにつけてほしいだからそうじゃないですかあ二2人でつけていいんですかどっちでもいいよ一気にいけますマリアアンカーあわかりましたじゃあ私のやつはつけるけどあの外せるようなやつにしましょうねでマリーさんのやつ使ってもいいし一緒に使ってもいいし、うん、ってことで行きます せーの必殺トリセツおめでとうございますおめでとう必殺トリセツの入れてもいいし、ね、の入れましょうかね必殺のトリセツさん必殺抜いてトリセツだけでもいいですうん、うん、メッセージ今後もお送りください 取説はカタカナです。<laughs> 西のカナ出てるから、多分ね、あの、わかると思いますね。<laughs> 取説ね。はい、こちら。七 <laughs> 人兄弟末子かなみです。はい、晴れて気持ちのいい天気。今日のテーマ、栄養、私の栄養ははっきり言って、子供たちを寝かした後に食べるスイーツです。ああ、いいね。心の栄養も伴ってますね。 プリンだったりケーキだったりバームクーヘンシュークリーム半分こしなくていいしゆっくり落ち着いて食べられるし心の栄養にもなり体のブクブク太る栄養にもなっています <laughs> 毎日というわけではありませんがスイーツ食べて栄養とって私服のひととを味わい明日に備えてますよ夜の甘いものなんていけないんですけどねって大切な栄養だねでもこれでもあのねお母さんとかねお父さん頑張って育児して仕事してる人たちが 安らぎがが訪れるのがこのこ時間なんですよね、うん、寝かしつけた後うちもそうだな私もそうですねお家帰ってきて家事わーってやって寝かしつけまで終わらせてからだいたい10時以降ぐらいにようやく自分の時間でも明日も仕事はあるからあんまり長い時間は楽しめないけどっていうのねでめっちゃ美味しいんだよね美味しいこういう時に食べる甘いものね,もいいねこっそり物音に気をつけながら食べるのって美味しいですよね <laughs> ご褒美だね ご褒美のリクエストもお届けします、はい、カーリーレジェプセン Call me my baby あ間違えた お届けしたのは7人兄弟スエい末っ子カナミンさんからのリクエスト「カーリー・レイ・ジェプセン・コー・ミー・メイビー」でした。 本当にメイビーでしたね。うん、<laughs> マリサ、<laughs> マイベイビーって言っちゃった。うん、<laughs> メイビーね。メイビーでした。さ <laughs> てこの後はラジオ県民室お届けいたします。そして正午から、えー、平日毎日やっております医療従事者、えー、その他生活インフラを支えるために働いてくれている皆さんに向けて感謝の拍手を送ります。どうぞお付き合いください。 RBC アイラジオミュージックシャワーププララスス時刻正午になりましたこれから皆さんと医療従事者そして生活インフラを支えてくれている皆様,の皆様に向けて感謝の拍手を送りたいと思いますぜひラジオの前の皆さんも用意してくださいいきますよそれではお願いしますありがとうございます 医療従事者の方もはじめ、えー、運送業の方もね社会を支えてくれています本当にありがとうございます。 10秒間の拍手を送りましたぜひ、ね、いろんな方に届いてほしいラジオの前の皆さんにね、うん、たまたまラジオを聞いたという方で今もね、あの汗をかきながら頑張ってくれている人家族のために、うん、みんなのために頑張ってくれている人に拍手を送りました、うん、と今日もあなたにとって良い日でありますように、うんぜひえー、その BGM がミュージックシャワープラスプラスでね、クスっと笑ってくれたら嬉しいです、うん、ぜひ楽しんでください ミュージック社は++、ここからはおいしい楽しいホットブルホットモットホット安心ふっくら笑顔デイゴ印の沖縄食料タウン情報沖縄クラブロワジールホテル那覇琉球ガラス村グループ宮古島の名手菊の露酒造宮崎地鶏の居酒屋七段お部屋探しのことなら丸夕グループ暮らしにラララカインズの提供でお送りします。 ミュージププラスプラスス皆さんから拍手送ってもらいましたツイッターにもあふれてますねぜひぜひ拍手ねこういうふうにえ皆さんで送るっていう活動を平日のえ毎日正午からやっておりますがお近くにいらっしゃる方ね働いてくれてる人が近くにいる人は是非直接伝えてあげてくださいきっと嬉しいと思いますこういう時だからこそねいつも以上に神経を使いながら働いてくれていると思います 医療従事者の方もそうだしね、あし連日ワイドショーでやってると思いますが運送業の方があのドア開けた瞬間除菌スプレーをかけられたりとかそういう本当にねあの働いてる人も自粛してる人もピリピリしてる世の中だからこそこういう拍手をしたり感謝の言葉を伝えるっていう。 そういう優しい気持ちは大切にしてほしいなと思います。でも、本当に一部の人だとは思うけど。でも、あの、マリ琉球ツー、プレゼンの番組やってるじゃない、琉球ツーの方に聞いたら。大体みんな、本当にありがとうねっていう感謝の言葉をかけてくれるって言って、嬉しくなったよね。やっぱ、そうだよ、そうあるべきだもん。そうですね。ぜひ、皆さん、そういう優しい気持ちはね、忘れずに、そこは距離を空けすぎないようにしてほしいなと思います。気持ちは声に出して伝えましょう。 さて、ミュージックシャワープラスプラス、今日のテーマ、栄養ということでお待ちしております。お送りください。メッセージとリクエストお寄せいただいた方の中から抽選でプレゼント。ベースミックス制作番組オリジナルステッカー1名様に。ベースミックス制作番組オリジナル T シャツを2名様に。今日は S サイズのブルー1枚、M サイズのグリーン1枚用意しております。そして、ミュージックシャワークイズ、正解者には。 宮崎地鶏の居酒屋7段3店舗で使えるジムビームレモンサワー1ヶ月飲み放題定期券ペアで1名様にプレゼントしますメッセージにご希望のプレゼントを書いて住所氏名電話番号を忘れずにお送りください宛先は music.co.jp r b c までお送りくださいお待ちしてます正午になりましたこちらのコーナー参ります全力で祝います祝いま この時間皆さんのおめでたいこと全力で祝っていきますトップバッターはエコザイイルさんタイガマリプーハロチロチンピ今日は FM 技能案と FM コザのスタッフを兼任して頑張っている春の誕生の誕生日おめでと,んとんうんんうんおめでとうございますこの方、えー、桑ガナさんから「森宮翔君のバースレーだからお二人から翔君のハッピーバースレーンお願いします」と来てました。 森,森宮森宮,翔くん森宮翔くんですねおめでとうございます誕生日おめでとうございます平ルの一匹狼ラジオネームマンゴー警備隊新人応援部長です先週の23日はおっ子の小城喜一くん5歳の誕生日でしたお二人からバースデーメッセージお願いします喜一くん5歳のお誕生日おめでとうおめでとうございますゴリラ先輩から頂きました本日は、えー、4月30日僕の妹次女の33歳の誕生日ですよ 医療従事者として本島で頑張っていますいろいろ心配はありますが今のところ幸いにも大丈夫とのことですとはいえやはり心配は心配ですから最新の注意をしてくださいねあと今月2日は妹かっこ長女の3 0歳の誕生日でしたついでに祝ってくださいって来てました <laughs> そうなんですね妹さんお二人ともお誕生日だということですねおめでとうございますこちららめいめいさんから 今日四月三十日は私が追っかけている柳さんの誕生日です柳たくさんお誕生日ですね、うん、いつもうちのよしみくんはねかっこいいハンサムなんだよとインデナイ会で言ってますよ幸せですね大賀さん本当に柳さんおめでとうございます,います健康で幸せな一年でありますようにで柳さんにはダンシャリマンさんからも柳さんの誕生日ですねゆんたく半たく柳たくでみんなを楽しませてください <laughs> で銭形警部さんからも、柳さん、この度はは69歳の誕生日おめでとうございます、いつも楽しいトークに豊富な知識に加え、いろいろな歌謡曲、それで番組を楽しませていただいているので、これからもお体ご自愛のほど素敵な一年を迎えてくださいっていう、柳さんには他にも令和の入学式も出水舞アナウンサーさん、やんばるおじいさんからも来てました。柳さんお、うん、おめめででととううごござざいいまますす の方ロクトンユニッ,クムッチャーさんからいただきました今日4月30日は以前「ミュージックシャワーにも出演をされていた前里英樹さんのお誕生日となっております自分所属のバンドジャズレキオスのお手伝いを何度かしていただいており、うん、え嫁の先輩でもあります沖縄日本を代表する音楽家英樹さんまたご一緒できる日を楽しみにしてますよおめでとうございますということで前里英樹さんのお誕生日おめでとうございますおめでとうございます 一個忘れてた読み忘れはいめいめいさんから今日はタイガさんの柳さんバージョンで盛大に祝ってくださいませ、まあ、<laughs> ないと思ってた <laughs> ごめんうっかり見落としそのまんま<ー>うっかりしとけばよかったのに柳さんバージョン難しい <laughs> 何がやがてなのよ <laughs> わかりました頑張って一生懸命やりたいと思いますできるよだってタイガー柳さん大好きでしょで大好きだけど以前ミュージックシャワーで柳さんバージョンやったことありますけど <laughs> やったことありますけど不評でしたよ <laughs> 似てないあの吉見タイガだったって言われてました大丈夫<の>今日は

みなさんこんにちはいい柳拓でございますちょっとこれを吉見大河でございますってもらっていいどうもみなさんこんにちは吉見大河です大河だなみな <laughs> さんおめでとうーんーな<ー><ー>おめでとうおめでとう大河大河だった前も多分去年ぐらいも同じコメントをいただきましたねえ 出ないんだよ簡単に下下したできるだけ低く響く声柳さんのあのあのふっくらした声をどうにか作ろうとしたけどうん、うん、あれは出ないのよ私の体格と喉ではあれはもう無理です <laughs> 柳さんはオンリーワンだから難しいな <laughs> やっぱ簡単にはできないな柳たさん出ないで <laughs> あの響きは出ないんだよな難しいですね練習しておきます あのー、本人の声はね、後ほど午後かかりますから、うん、ぜひ皆さん、本人の声を聞いてください。柳さん、ね、お,誕生日おめでとうございます。おめでとう ミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養栄養でお待ちしております来てます大河さんマリさんこんにちはそして初めまして、はい、交流運河です、はい、ありがとう交流運河さんありがとうございます交流運河漢字なの 虹の粒の運河の粒雲川、交<ー>流運河かっこいいね母が食卓で毎日のように聞いているので自然と自分も聞くようになり楽しんでおります今日のテーマが何なのか気にしてられない事態なので今言いたいことを送らせてもらいます、はい、刈俣さんはよく風邪をひくよねと何かというとその話をしますいやいやいやだからって毎回同じアナウンサーをピンチヒッターにしないでしょう黙菌は大河さんの担当なんだってば <laughs> もう我が家ではおなじみのパターンとかしてますこれからもじゃんじゃん笑いをばらまく放送お願いします <laughs> あ、じゃあ今日もその話になったんだねお母さんが カリマタさんは今日も風邪ひいてるんだねってピンチヒッターに今日も先週もだったいやいやその前の週もだったと思うよそうタイガさんが出てきている本当ねピンチヒッターでやらせてもらってますそんなミュージックシャワーを三人でやってますそうねうん凛太郎さんこんな時期に木金毎週風邪ひいてたら大変だよねどんだけ免疫システム機能してないのって感じですよね そっかそっか名前覚えてもらえるように頑張りたいと思います、うん <laughs> えー、こちらは、えー、リクエスト野球好きさんからいただいたリクエストですありがとうザ・ブームで島唄お届けします お届けしたのは野球好きさんからのリクエスト「ザ・ブームでしまうた」でしたさあここで毎週恒例車出張鑑定団でおなじみの TYT から今週もお得な買い取り情報をお届けしましょう。 TYT では通常の査定基準でなかなか買い取り価格に期待ができなかった古くて走行距離の多い車や車検が切れて動かせない車そして傷がついてへこんでしまったままの車でもお電話一本でご自宅まで出張査定に来てくれるサービスを行っていますこの時期自宅まで出張査定に来てくれるのは助かりますよね、うん、それでは買い取り実績の一例張り切ってご紹介しましょうまずは平成27年ダイハツウェイク 5年も使った軽自動車を買取価格65万円わあ5年前の軽自動車に65万円の値段がついたんですね続いて走行距離が15万キロこんなに走った平成25年マツダ CX5 買取価格35万円 たたくさん走った車ででもも相談してみるものですねそして平成3年日産スカイライン GTR は車検が切れて動かせない状態でしたがなんと50万円で買い取りました人気のスカイライン GTR といっても車検が切れた平成3年の車が50万円なんて驚きですよねもちろん車種や状態によって違いはありますが相談する価値はありそうですね車の手放し乗り換えを検討されている皆さん まずはティーバイティーへ気軽にお問い合わせください。それでは出張査定の受付電話番号をご案内します。フリーダイヤルゼロ一二ゼロ九九九の九九九。ゼロ一二ゼロ九九九の九九九番です。お電話一本で地域担当スタッフが沖縄本島どこでも無料でお伺いします。ゼロ一二ゼロ九九九の九九九番まで今すぐお電話ください。 日本全国33店舗展開中 TYT からのお知らせでした。 ミュージックシャワークイーズ音楽にまつわるいろんなクイズを出題するミュージックシャワークイズ見事正解された方の中から今日は抽選でお一人に宮崎自撮りの居酒屋7段3店舗で使えるジムビームレモンサワー1ヶ月飲み放題定期券をペアで差し上げます今日のクイズは超イントロクイズでございますかなり短くお聞かせしますのでボリューム上げてよーく聞いてください 今日は、ね、もうあんまり聞かせすぎるとわかりやすいものなので、うん、すごい短くいきます。わかるね。<laughs> でもわか,かるんじゃないかな。けっか、とりあえずヒントお願いします。<laughs> 2016年に謎の男性シンガーソングライターが YouTube に上げて一躍話題になった曲、海外でも大人気になりました。はい。もう一回いきます。はい。 分か,る分かると思う分かると思うものすごく話題になりましたし、えー、大人も子どもも踊ってましたね、うん、そう、うん、世界中で人気世界中で踊ってましたね是非皆さん分かったという方メッセージお送りくださいお待ちしてます宛先は music.rbc.co.jp までお送りください以上クイズでした ミュージックシャワー++、ププラスプラススここまではおいしい楽しいホットブルホットモットホット安心ふっくら笑顔デイゴ印の沖縄食料タウン情報沖縄クラブロワジールホテル那覇琉球ガラス村グループ宮古島の名手菊の露酒造宮崎地鶏の居酒屋七段お部屋探しのことなら丸湯グループ暮らしにラララカインズの提供でお送りしました。 ミューージックシャワープラスプラステーマ栄養栄養でおお待ちしててります来てますす来ひよこ豆太郎と言います今日のテーマ栄養ということで私には3ヶ月の娘がいるんですが、はい、前の健診で体重の増えが悪いと言われ栄養不良と診断されてしまったんですん<ー>娘は元気だし母乳も欲しがる時にちゃんとあげていたので納得いかないまま頑張って1日の授乳を増やしました 娘はお腹が空いてないらしく、無理にあげようとしても嫌がって泣いてしまったり。ううね、でも、飲んで栄養をつけないと体重も増えないし。で、最近はずっと落ち込みっぱなしです。育児は本当に難しくて、大変だと実感しております。今日も娘のためにご飯をたくさん食べて、栄養たっぷりの母乳をあげようと思いますうん。あまり思い詰める必要は私はないと思っていて、うん、まあ、あの病院の先生のね、いうことなので、確かな情報ではあるとは思うんですけども。 あの個人差っていうのがやっぱりあるので子供に関してはね、うん、うちの子もちょっとあの平均よりもあの少し体重があの少ないですねって言われたりとか逆にあのちょっと体重があの大きいかなとかって言われてる子もいたりしてこの辺個人差だったりするので、うん、まああの思い詰めて自分がちゃんと栄養をとってないからこの子にあげられてないんじゃないかとかそういうふうに思いすぎないようにはしてくださいねちゃんと母乳をあげていて あの栄養を渡してあげてるっていうことであれば、うん、あの赤ちゃんに症状が出ない限りはそんなに切羽詰まることじゃないと思います私はそ<う>ねうん思い込みすぎも危険よっていうこと。<う> <うん S 2> マリアもちっちゃい時ヨーガリーだったからやっぱ周りからちゃんと栄養とってないちゃんとご飯食べさせられてないんじゃないってお母さんによく言われてたの。 めっちゃ食べるけどただただガサガサなだけなわけ歩くがなかったから走るだからマリカロリーの消費量がすごかったんだろうねそい死んでいかないんだよねありますよねこういう時期ね成長期の時とかにねそうそうそうあんまり思い詰めずねお母さんとしてちゃんとやってるとやってるのであれば全く問題ないと思いますチリコさんからいただきました在宅勤務も1か月が経ち延長も言い渡されずっと家にいるから料理もするわけですよ しかしながらレパートリーも尽きてきたときに助けとなるのが味噌汁ですね。2ヶ月ほど前から味噌汁を作っており、やっぱり食卓にちょっとした汁物があると違う。食べるときにはまず一口味噌汁を飲むと落ち着く。野菜をたっぷり入れて栄養も豊富、手間いらず。外出ができないイライラも味噌汁を口に入れた瞬間、なんかほっこりするんだよね。ほんと、日本のソウルフード味噌汁最高。 僕の言う味噌汁はあの沖縄の味噌汁定食の味噌汁ではなく、世間一般で知られている普通の味噌汁です。これ味噌はやっぱ本当にすごくて、あの本人も出てるんだけど、うん、自律神経にっていう本でう、栄養豊富なんですよね。そうそうそう。白味噌八十グラム、赤味噌八十グラムに玉ねぎね、生玉ねぎをすりおろしたものをそのままあのー、氷作るものがあるじゃない百均とかに<ー>ある製氷機よく あのの赤ちゃんの肩みたいなやつ、ね、そうそうそそうとか作るでしょれに入れて1日このワンブロック食べてたらすごくいいっていうので,は<ー>でお湯で溶といたら味噌に汁になるわけ人によってやっぱり玉ねぎがあるから苦手っていうけど、うん、結構おいしいわけでそれにいい、ね、まあいろいろ自分で加えたりほうれん草入れたりとか入れるんだけで簡単にできるからいいよなんかあった時にこれワンブロックとか作られてたら 何ううて言うんですかお,あのおかずとかを常備しておける人って素敵だなと思います。うん、本当にお料理上手だなとかいい、ねね、お味噌汁とかねストックしたりとかいいですねちりこさん、うん、料理ができる男性はモテると思います。モテます、うん。いいですね女性の意見として、うん、牛たらさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。オゾン恋のマイアヒ お届けしたのは牛虎さんからのリクエストオゾン恋のマイアヒでしたミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養栄養でお待ちしてますこちら東京のアイアン太郎さんから、はい、ありがとう実家の植木屋の仕事で元気のない樹木や新芽や花を増やしたい樹木などに栄養を補給するため、うん 肥料や活力剤を与える作業があります、うん、うちの場合肥料をやるのはだいたい12月から2月の冬場が多いですね樹木の周りに穴をいくつか掘りそこに肥料を入れて埋める方法や特殊な紙の管に化学肥料を充填したものを樹木の周りに打ち込んでいく方法などがあります、えー、肥料を補う形で液状下流など、えー、活力剤を、えー、併用して与えることもありますよ こうすることで樹木が元気になったり花が多く咲いたりえ柚子や梅が多く実ったりしますただし肥料をやっても木が疲れてあまり果実が実らなくなることもあるんですねやりすぎると逆効果で樹木が枯れてしまうこともあるので注意が必要ですと そうか人間だけじゃなくて樹木の栄養っていうのもありますね。うそうねへいいですねり太郎さんも今農業にはまってますから、うん、こういうお話なんか長浜宏樹さんも農業今ハマってるらしくていい、ね、家の、ね、ベランダのところでいろいろハーブ育てたりとかあの野菜育てたりとかしてるみたいですよ。真、まあ、ん中の実家が結構それが普通だったあやってるんですかそう今もそう お家のお花も全部庭の花とかから、ね、これが超持つんだよバラとかさ普通に切り花だよ。三、うん、週間を普通に持つわけ。ええー。普通に。やっぱ違うんでしょうね。かか違う。う食べ物とかもなんかこう庭に行ってレモンとか普通だからそう。いいですね。でも多分今後こういうことになってきますよね。ウイルスがね、コロナウイルスが流行ったことによって買い物に行けない。 じゃあね安心安全なものを自分の家で作ろうってなったりとかね選ぶものを免疫を高めるために何を食べたらいいかってのを自分で選んでいこうとかそういうふうにいいものだけが残っていく流れになればいいですよねしかも庭にね勝手にいろいろ入ってくるシークワサーとかパパイヤとか素敵多分鳥の糞からなんだけどあー何それ自然のシステムに組み込まれてるみたいな感じでそう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 いいですねアセロラとかそう豊か それ豊か <laughs> そうなの <laughs> とっても豊かな生活いいよねうん。いい絵が伸びそう何が出るんだろうっていう楽しみね、うん、うん。ストーリーとかめっちゃアップしたいねあ、こういうのほらレモンもぎたてレモンのある生活 <laughs> 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 自家製レモネード、ね、使えるね、うん、<laughs> ラジオネームソンクランガでガンピーさん <laughs> すごい名前 今日はねテーマのメールと関係ないんだけどタイガ君にお願いがあってメールしましたはい。何かというと土曜日にオンラインオフ会があるじゃんありますねその時タイガ君の前髪下ろした姿が見たいんです、えー、絶対いいや <laughs> これ読んでいいよね絶対いいそうだ私今タイの BL にハマっていて <laughs> そのタイの俳優さんにタイがく似てるのよもう本当にお願い <laughs> 一生のお願いもう本当にお願い絶対嫌だタイ今タイの BL にハマっ,ってんのタイなんでこのこの人の BL のさ気持ちを満足させるためにってことでしょ違うタイが 相手が必要とかなるよそんなしたら相手をリ,リン太郎さんと <laughs> いいよ僕は誰得なんだよん一体よくタイガーとリン太郎さんの想像する <laughs> 私とリン太郎さんがやるわけ前髪下ろしたタイガー君絶対可愛いと思う可愛いタイガー君が見たいんですもうお願いって <laughs> マリからもお願いしてっていいんじゃないでも本当に BL 好きな女の子いっぱいいるからいっぱいいるね確かにそうそうそう<ひ>いっちゃんもそうさ ッチさんもそそそそううううなのおそうそうそうっちゃハマってて <laughs> あ,あそっかあれでも結構ライトな BL よおっさんずラブはだからなんかマリはどうしてもあんまり普通の恋愛と変わらないって見ちゃうわけああそういうことねそう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 ,そう別に拒絶反応出るわけでもなくて、ね、全然全くもってた<ー>だら BL もあのそう、ね、BL じゃない LL? <laughs> 何？L.L. ボーイズラブでしょ？レディーラブかレディーラブかガールラブか G.L. でもあそういうことね女性同士男性同士でも男女でもね恋愛よりもマリサスペンスが好きだからそういうことねだからなんか B.L. かどうなんでも好きな人めっちゃいっぱいいるからね意外にいっぱいいるタイが前髪下ろしてっても絶対嫌今タイが熱いんだってタイガダだけにいやなんでタイガだけタイガ熱いわけねこんなこと言うようになったのねマリ ち <laughs>、うん、ちょっとちょっっととよ練習中 <laughs>、えー、そうか前髪を下ろす私は普段髪をセットしないと外あんまり出ないですけど前髪下ろしてあでももう髪を下ろして外に出るとか髪を下ろして人様の前に立つっていうのは私の中ではん下まではいかないけど上が上裸で人前に出てくぐらい恥ずかしい話なの、うん、本当でもほら、うん、韓国の方って前髪みんな下ろしてる男性多いじゃないイメージありますね 凛太郎さんと韓国行ったとき凛太郎さん帰るとき前髪下ろしてはい凛太郎さんもそんなことするの嬉しいあなんか嬉しいかぶれるタイプの人なんだいいんだろうさんもあとっても嬉しいなんかあそうなんだそそそううう。ちょっと一週間ぐらい関西行ったら関西弁映っちゃうねんって感じのスタイルがちょっと違う 嬉しい私もシンガポールから帰ってきた時シンガポールのことをシンガって言ってたもん。<laughs> こういうのと一緒でしょあ嬉しい <laughs> なんか凛太郎さんそういうのしないと思ってたけどしてたしてたやるんだねんめっちゃ染まるね人間って <laughs> 前髪下ろしたる <laughs> <laughs> いいですね検討します仁、はい、王立ちのハーレーさんからいただきました 栄養を摂りすぎてやばいくらいでございます。ということで、リクエスト我らが誇る沖縄のアンリさんでからの心をお届けします。いいね お届けしたのは仁王立ちのハーレーさんからのリクエスト、アンリーで空の心をお届けしました。メッセージテーマ栄養でお待ちしてます。はい、助さんでかさん、栄養。うちのオバーは九十を超えるのにとっても元気。うん でも大好物はファーストフードのハンバーガーとコーラという大の変色家どうやら昔外国人向けのバーで働いていたらしく本人いわくその名残だそううーん恋しくなるんでしょうかねけれどそんなおばあも孫ができてから劇的に変化少しずついろんなものを食べるようになり冷蔵庫には「孫のために100まで生きるには」と書かれた手書きのメモに「毎日緑黄色野菜を食べること」うん。 ヨーグルトを食べることなどと独自に調べたらしいことが書かれてありました。<laughs> なんて可愛いうちのおばあちゃん。こんなご時世だけど、絵をとってメイク上げて一緒に乗り切ろうねって。可愛い,いね。可愛い,いですね。孫のために100まで生きる。そうね。だから成長を見守るっていうのもそうですし、うん、変色をしていくとどういう結果になるかっていうと、うんうん、結果はそのお孫さんがあのばあば一緒にこれお菓子 買っっっったきたかからら一緒に食べようって言っても食べべよよううてててて言もれないとかっていとのが出てくるんですよね,ね変色をしすぎると食べられないものが出てくるので、うん、そうなると悲しいじゃないですかだからバランスのいい食事っていうのは意外にあの食事って意外に慣れたらどうでもなくなるというかそんなに苦じゃなくなる、うん、あの健康的な食事に切り替えるとかっていうのもね意外に慣れたら苦じゃなくなるので早い段階から 習慣づけとくのいいと思います。いいいい素敵ですね。でもおばあちゃん、こちら麦ちゃんからいただきました。ありがとう。テーマ栄養ということでお二人はヨーグレットという駄菓子をご存知でしょうか。わかるタブレットになってるやつだ。ああ、懐かしいですね。うん、明治のタブレット状のお菓子でございます。うん、レモン味もあるよね。ああ、ハイレモンみたいな名前のやつね。<laughs> うん、<laughs> 急にだからあの地元を思い出しちって、地元の言葉がね、まりさん出てきたんでね。<laughs> はい、レモンも,も。<laughs> すごかったですね。今ね。うんすごい <laughs> こちら、えー、はいえー、同時のタブレット状のお菓子で実はこれお菓子なのに栄養機能食品なんですよ<ー>平たく言えばカルシウムなどを補給できるという意味なんですが<ー>お菓子なのにこれってすごくないですかすごいお菓子からも栄養が取れる家にこもっていても口が寂しいなと思った時はこちらおすすめでございますといいですねいいいい栄養機能食品なんですねヨーグレット食べてたない、ね、ハイレモンと。 いろんな味ありませんでしたブドウもあった<れ>あったかなーそれはあれじゃないですか缶みたいなのに入ったラムネみたいなんじゃないですかあそうかそうか、うん、ラムネか懐かしいですねこういうのから栄養を取ってるみたいなね,ね、うん、沖縄のマラスキラベサさん テーーーマの A よねそれはミュージックシャワー9月から沖縄に住んでるんですが地元にいた時は体調とか結構崩しやすい方だったんですでもここに来てから RBC アイラジオを毎日欠かさず聞いて大好きなミュージシャーを聴かない日がないからだと絶対思うんですが体調を崩すことがないんです。うん 具合悪いなと思って少し熱があっても前の時とは違いすぐ治るのでミュージックシャワーは自分にとって健康でいられることを維持できる素敵な番組どこにも売ってない魔法の薬だと思います嬉しい素敵ですねナマらすきだべさちゃんありがとうめっちゃ嬉しいねリンタロウさんはこの番組はは毒にも薬にもならないって言ってますけどねちゃんと薬になってるそう思ってた薬になってるんですねありがとうねありがとうございます ラジオネームゆうきさんから頂きました、えー、私も「ミュージックシャワー」を聴くことは栄養の一つだと思ってます、うん、しい心の栄養チャージ大がくん今月はデータ通信のチャージしてますかカキンカキンってきてます <今>ああそっかもう今日までだでもそうえー、と私は月の真ん中ぐらいですでに課金しておりますそうなの今月はねくなくな今月はちょっと調子に乗ったな今月調子に乗っちゃった全然なくならないよ栄養ちょい足しが好きですね私はサラダに桜エビをトッピング<ー>、えー、納豆を食べるときにダブル発酵食品でキムチのちょい足しをしますうんお二人は納豆にトッピングしますか栄養のちょい足ししますかということでやりますか納豆に何か納豆は 最近はもうぬちますとごま油と一味とか醤油でもなくお塩でいくんですねはいろんな食べ方あるらしいですね私は普通に付属のタレを使いますけど結構自分でからし入れてみたりとか、うん、わさび入れてみたりとかいろんなやり方があると聞きますしかも砂糖を入れるところもあると聞きます、うん、ものすごく粘りが強くなるらしいですよ納豆<当>、うん、をかき混ぜるものがあるわけめっちゃ粘々になる箸じゃないってこと箸だけど納豆を混ぜるためだけの箸だわけ どういういこと結構ねボコ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 穴ぼけみたいのが開いて<ー>超すごいよへえ<ー>納豆専用の橋ねすごいね売ってるんでしょうね、うん、どこか行けば長野県長野県に売ってるんだる <laughs> すごいですね納豆、うん、納豆もまた話したら長くなる話ですよね結城、ね、さんから頂い,いたリクエストはコロナに負けるなってことでケリー・クラークソンのストロンガー WhatDoesn'KillYou リクエストいただきましたお届けします お届けしたのはラジオネームゆうきさんからのリクエストケリー・クラークソンストロンガー WhatDozenKillYou でしたこんな時期にストロンガーでということでしたねリクエストありがとうございますうゆうきさん今日はメッセージテーマ「栄養栄養」でお待ちしてますツイートメッセージまだまだお待ちしてます 時時刻は午後1時になりましたミュージックシャワー++、ププララススここからは沖縄のコンピュータの歴史 OCC、もっとお菓子を楽しもう南方、地域の夢ある未来を支えたいイオン琉球、沖縄トヨペット、おいしさふれあい具志堅パン株式会社具志堅、ざまみダンボール、石垣牛専門店焼肉金城アイレディースクリニック。 工具のことならアストロプロダクツの提供でお送りしますミュージックシャワープラスプラス今日のメッセージテーマは栄養でお待ちしております皆さんの栄養がつくメニューまたは栄養を取るためにこんなの食べてますよなどなど栄養というキーワードでメッセージをお送りいただいております メッセージとリクエストをお寄せいただいた方の中から抽選でプレゼントベースミックス制作番組オリジナルステッカーを1名様にベースミックス制作番組オリジナル T シャツを2名様に今日は S サイズのブルーを1つ M サイズのグリーンを1つご用意しておりますぜひご応募くださいミュージックシャワークイズ正解者には宮崎地鶏の居酒屋7段3店舗で使えるジムビームレモンサワー1ヶ月の見放題定期券を ペアで1名様にプレゼントします。メッセージにご希望のプレゼントを書いて住所、氏名、電話番号を忘れずにお送りください。宛先は music.rbc.co.jp までお送りください。ありがとうございます、えー。いろんな方からね、納豆に関するツイートがいっぱい来てますね。うん、ありがとうございます。アリス・マーガトロイドさんがね。 納豆はカレーに入れますってて書いてありますこれ聞くんだけど本当に美味いおいしいねえもう納豆のトッピングにカレーじゃなくてカレーのトッピングに納豆なんだね,ね、うん、美味しいんですかねコクが増すみたいな言い方しますよねな今はなんかカップラーメンとかにも入れるって聞きましたよ<ー>アップで言ってましたけどこれは、えー、うんあるんですねで県外の方からすると これね沖縄県に限りなのか分かんないですけど納豆に備え付けのからしが入ってないのは県外の方からすると変なんですって普通入ってるんですってあそうなの普通は県外で納豆買ったらタレとからしがついてるんですって<え>けど普通あのあの県内の沖縄県内で売ってるのはなかなかそういうのがないそうね入ってない,のい,っぱい、ね、からしつきって書いてあるううん、うん書いてあるでもからしつきって書いてなくてもからしは入ってるもんなんですってうん、うん、へえ面白いよね納豆焼いてみるってのもありますよね納豆チャーハンとかね うん、<あ>熱を加えると、ね、オムレツとかにも入れたりねすごいですよね納豆、うん、まあ大豆のねあの植物性のタンパク質ですからたくさん取って損はないでしょうねうん,うんいいですね栄養いろんな方がメッセージくれてますね是非ツイートメッセージお送りくださいツイッターする際は「ハッシュタグミュージックシャワーつけてつぶやいてください午後1時こちらのコーナー参りますコーツつけます コーチつけますこのコーナーではもの人生き物出来事などさまざまなものを対決させ番組限定でコーツつけてしまおうというコーナーです私たち MC が2つのものの良さをそれぞれ上げていきますどちらが多くそのものの良さを上げられたかでコーツつけます<れ>お題は来てますラッキーナンバー15ですお二人にはゾンビとバンパイアでコーツお願いしますうわーむずー <laughs> ええー、どっちも出会ったことないしな どうだろうバンパイアでいいですかオッケー、じゃあまゾンビでゾンビでお願いします。い、うん、きますじゃあ先行すみませんもらいます。はい、はい、いただきます。<laughs> 参ります。よーいバンパイアまずね響きがかっこいいよね。バンパイアというね吸血鬼ではなくてバンパイアですよ。特別な感じがします。ゾンビあれほどさ 見にくいものに人間を変化させたものってある <laughs> あのインパクトったら他ではないよね確かに圧倒的にゾンビの方がインパクト大、うんまあ、ゾンビバンパイア似たようなカテゴリーで言うとフランケンシュタインとかねオオカミ人間っていうの,あのウルフマンみたいなねあんなのあると思いますけどその中で一番バンパイアが高貴な感じしませんなんか貴族がちょっと バンパイアとしてあのゾンビとかフランケンシュタインってもうそれでしかないんですよバンパイアって貴族という肩書きがありながら吸血鬼という悲しい人生も背負っているこのね二面性はギャップ萌えだと思いますあのほらバンパイアとかって変化してないじゃない昔の生き物的なあれだけどゾンビだけは映画の種類がすごくて変化してるんだよね元々は死んでた人が ってゾンビになって出てきてとかだったのが、うん、これがウイルスとか余計に恐ろしい感じになって <laughs> どん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 変化を続けてゾンビの形まで進化していってるのがゾンビだねああまあゾンビってあの人のこと食べますよねで、うん、食べたらもうそこで終わりなわけですよ要はちょっとずつゾンビが増えれば増えるほど地球上にゾンビたちが食べるものがなくなるわけですよこれって 今の社会のシステムっていうか社会の流行に乗ってないと思うんですよサスティナブルじゃないつまり持続可能な社会を維持しようとしてないもう消費ばかりがゾンビなんですよ吸血鬼って血を血をちょっといただくそれで自分のね生命を維持できるわけですからヴァンパイアの方がエコですゾンビはさマリもう常日頃からおかしいと思ってるんだけど。うん ゾンビ映画を好きな人が多くて何だったらのめり込みすぎてる RBC でもパって思いつくだけでもいっぱいいるじゃない夏子さんもり太郎さんもヒロムーもそうだしさでみんなさ言うのが今この角を曲がってゾンビが来たらどうすればいいかっていうのを常に考えながら行動してるって日本仮想だよそれでも <laughs> 絶対にありえないいじゃな,い <laughs> なのにもよ <laughs> こんなことを考えさせるゾンビの存在の濃さ <laughs> そ<こ> <laughs> おかしいって思うぐらいなんかだからみんなの中の想像で生きてないんだよね。<ー>現実かもしれない,ういうってことは いつ来ても大丈夫なにだからゾンビの対処本みたいな本までが流通しててみんなそれで勉強してるっていうおかしさそういうことねだからゾンビってすごいなって思う、うん、あまあゾンビってあのー、まあ映画とかで出てくるのは首を落とさないと,、えー、と倒せないとかね、あのー、銃で撃たないと倒せないとか言うじゃないですか。日本っててそそもそも所持を許してないので 銃持ってないんですよだもしゾンビがここにいたらここにいたら私たち終わりますだって首を切り落とした経験もないし銃で撃ったこともないんですからヴァンパイア見てごらんなさいニンニクと十字架ですよ手に入りそうじゃないですかもしヴァンパイアが目の前に来たらちょっとよ前日にニンニク多めの餃子でも食べてれば対処ができるわけですよその匂い嫌なんだからねほらゾンビよりもヴァンパイアの方が一緒に生活していけると思います これを今も聞いてて分かったんだけどタイがゾンビあんまり好きじゃないでしょ、うん、あんま興味ないでしょ、あのー、やっぱり清潔感大事だと思ってるからうんですよね。ゾンビ好きな人たちはその対処法わかるわけ銃なんてなくても対処できるわけ。<laughs> 本当に生き延びるのは、うん ゾンビの対処法をちゃんと本とか、うん、映画とかを見て学んでる周りの中からしたらちょっとおかしいな人たちなわけ。<laughs> イロムとかりんたろーさんとかね。から <laughs> でもほら常日頃から毎日ニンニクを食べてっていうのはやらないじゃない。<laughs> うん、あの人たちは間違いなく 生き残れるわけ、うん、だからゾンビの知識は知ってた方がいいんだろうなんては思うようになってきてる、うん、遠いなおいそうそう遠いなおい遠いな全部あの本に書いてあるわけ分厚いやつでしょ、ね、ああもう本当にあのハリーポッターの一巻分ぐらいあるやつでしょめっちゃ分厚いながらんだよね <laughs> <laughs> さていい戦いでしたね <laughs> お互い その選んだものに対してあんまり思い入れがないってところがいい戦いになりましたねただゾンビは一応すごいなって思う仮想の文化なのに、うん、あえないのにこんな日頃から意識させるってすごくない,いうそうですね仮想の文化なのに <laughs> あの辺りは面白かったですねみんな分かってるさ <laughs> おかしいですよね肉片一つ残さずやるのがねうん、うんうん、仮想なのにしかもそれを真剣に言うからさみんな、うん じゃあな屋さん、はい、えどっちが勝ったのかコートつけてください。今日はよしみさんの勝ち。やった！これは絶対マリの勝ちだったよ。<laughs> <laughs> だって途中からゾンビのことを真剣に考えてるやつディスリーになってましたよ <laughs>。だけどそれぐらいすごいってことよ。存在感とねカットがあるってことよね。ありえないじゃない、うん、ほらバンパイアのことなんて考えないさ確かに、ね、ゾンビもないことさ <laughs> なのにこんな存在の濃さ <laughs> そうですねえー、とね<ー>ちゃんと。ちなみに何があれだった一番よさ、うん、よさ。よさ よさ、あ、ヒットした直江さんの中で勝利を決めた、まあ、分水嶺となった場所。それは知ってた方がいいさ。戦うにあたり、あ、直哉はこっち系ね。確かにね、確かに、ど、どうでした?。難しい、横文字の英単語が出て。うん、私から。ラジオで伝わってない人たち多いのに。やった、直哉さん、こっち側だぞ。サスティナブルとか英語とかね。何か決めてもらった方がいいな。あ、あるんだ。ああ。オッケー、わかった。 赤面するセリフを言うって本気の演技はあで直哉さんがそのセリフをかん、えー、と作ってきてこ<れ>ああの持ってきてくれたってことですねあツイッターで募集したってことあどれどれが<た>ネットから拾ってきたやつってことねどっちこっちあらーいいですね皆さん YouTube チャンネルが開ける方ぜひあのカメラに向かって <laughs> マリさんお願いしますね YouTube チャンネルであの、あなたの目を見てまあ要するにカメラを見てマリさんがこの言葉放ちますからオッケーぜひ分かっいきます いいですか？準備できましたか皆さん？ちょっと待ってよ。あいいよそこまであのちゃんとい近いところからね近いところからやりたいね。近いあら少し近いのいだ。<laughs> いいですねじゃあマリさん張り切ってお願いします。別にあんたのことなんて好きでもなんでもないんだからね。勘違いしないでよね？え何言ってるのよそんな恥ずかしいこと言わないでよバカ。 私だってあんたのことな,なんでもないわよマリさん,んいいですねすごくいいですね幼馴染かなきっと長いこと片思いをしている幼馴染かなそうねいやー いこんな恥ずかしいのよく直哉探せたねあやちょっと何でもないのところがもう最高でした <laughs> 動画で何度も見返したい <laughs> すぐ消去したい、ね、すぐあなたの,あ,のあなたにも見られるように動画をアップしたいと思いますので <laughs> これはいいですね罰ゲームというかご褒美でしたえい嫌だー <laughs> 横文字応援する人やだー <laughs> よかったですちゃんと結果にねコミットできたっていうところが勝因、ね、あもうこの結果のコミットも嫌つな <laughs> <laughs> がったでしょよかったですいやありがとうございますぜひ皆さんね罰ゲームも募集しているということです非公式で募集してますからね参加したい方は参加してみてくださいミーチマチュさんタイが一番喜んでるっていうことで <laughs> 一番喜んでますさこっちがはずいいや 絶対に、こっちが恥ずかしい。ありさんが <laughs>。絶対そうでしょ <laughs>。もっちゃんさん、ずっきゅうんってきてます。<laughs> いい、そう、本当ずっきゅんでしたね。こんなおさの馴染みが欲しかった。本当。以上。<laughs> コーズつけますのコーナーでした。 ミュージックシャワープラスプラスたてがみまたたさんツンデレはいいいいぞお兄さんツンデレ大好きだぞってきてますこの人お姉さんですけどね,ね <laughs> チェッカーズム双ウさんタイガー出てるよそういう部分出てるよいいよ <laughs> <laughs> いやーいいですねありがとうございますセイリュウさんマリさんがやったらちゃんちゃらおかしいですねすえイミプーでーす、ね、ルキシさん タイガさんキモいところ出てるよ。<laughs> <laughs> いや、いいですよね。情景がパッと浮かぶいいセリフですよね。うん、あおさんの馴染み、ほんと欲しかったな。うんね。いいですよね。愛 <laughs> あおさんの馴染み<え>あんまり響いてないですか？あんまり響いてない。高校生の頃に、うん、もうだから、小学校の頃から隣にね。小学校2。3年ぐらいかなに引っ越してきた。イケメンの男の子が。 こう一緒にずっと過ごしてきたけど、うん、その頃は男女とかない？お友達として幼なじみで生きてきて、うん、そこから高校になるぐらいで男女が別れてくるわけですよ。うん、男子女子両方意識し始めてね。うん、バレンタインデーぐらいですかね。たくさんチョコをもらってチョコいいね。たくさんもらってって言ったら、うん、こんなのいらねえよ。俺が欲しいのはお前からのチョコだよ。100回いくらいいですよ。<笑><笑>伝えよう後ろでなるわけです。これが最高。<laughs> いい良質。<laughs> 良質なショートムービーです。<laughs> <laughs> <laughs> ほら、だか言ったさ、まじ、うん、恋愛よりもサスペンスが好きだった。ご、うん、めんなさいね。テンション上がって。読むのは。ベラベラ喋っちゃった。あ、でも君の名は的なああいうストーリーは好き。<laughs> ああ、ファンタジーな感じのね。確かに、でもいいでね、ああいう恋愛は好き。いいですよね。うん、私は結構こういうの好きだから。はアってなりました。さっきのは。 うん、<laughs> あの一言、<laughs> 二言ぐらいでこんなに喋れんだから、本当に。相当好きなんででししょうねいいっぱい想像できました <laughs> チャンペンさんから、はい、昨日はおいっ子のメッセージ読んでいただきありがとうございましたそう来てたの小学生のおいっ子から、うん、メッセージを送った後家族でラジオにかじりついて聞いていましたおいっ子はマリさんの次は初メールですねの言葉に「はっ」としては違うと分かると違ったと一喜一憂してました。 読まれた時はちょっと照れくさそうでしたバ、うん、バーバーは外出中だったのでバーバーも聞いてるかなって言ってましたねおいっ子には読まれなかった時を考えてまずはメッセージを送ることが第一歩で次にメッセージを読まれたら第二歩そしてパーソナリティの2人が笑ってくれたり話が膨らんだり盛り上がったら第三歩だよと話してましたがそんな心配は全然いりませんでしたねりんさんに笑ってもらえておいっ子も大満足でした。 結局バーバーはリアルタイムでは聞いていなかったのでタイムフリーで聞かせたところ「えすごい読まれたの?」とおいっ子以上に大興奮、うん、うちは母を人に「姉私おいっ子」そして「私の彼も」とミュージシャンとになりましたラジオは心の栄養だなと思いますいやー嬉しいですねいい,いいねこうラジオで読まれたよっていう喜びを。うんうん あの共有できる相手がいるってものすごく楽しいですよね。本当ねみんなで聞いて家族でねあの土曜日もまあちょっとね7時からなのでどういう時間になってるかな、うん、ちょっとご飯食べた後とかになるのかなみんなで一緒に楽しんでもらえたらね嬉しいです、うん、さて、えー、リクエストいただきましたフェネックスフェネックさんからいただいたリクエスト「ラルクアンシエルでドライバーズハイ」 お届けしたのはフェネックスフェネックさんからのリクエストラルクアンシエルドライバーズハイでしたテンション上がりますね、うん、ドライブの時に聞いたらいいですよね本当ねいい天気だしいいですねありがとうございますリクエスト今日のメッセージテーマ栄養でお待ちしてます来てますタイガさんマリさんこんにちはミルクの打天使ですはい。今日のテーマ栄養私の栄養はありがとうって言葉 うんどんなに大変な時でも「ありがとう」って言葉で元気になれますよねそう「ありがとう」って言う方も言った方も両方に幸せな気持ちをもたらしてくれるよね,ねあとは「松坂通りを見ても栄養になりますああイケメンから得る栄養」ってことね <laughs> 昨日娘が初給料をもらったのでお母さん何が欲しいと電話がありましたすると話を聞いていた下の子が「お母さんが欲しいのは松坂桃李だよ」って。<laughs> マリさんタイガさん初給料で買えるかしらって <laughs> これ娘ちゃんが行ったのかなか、うん、その娘ちゃんの写真あらすごいキャミソールってレジ袋で作れるんだね <laughs> 絶妙なサイズ感でいきましたね。<laughs> ね表表情情もいいよねいい無表情で完全に笑わしにかかってますねこれ。<laughs> <laughs> いいわ笑いあふれるお家ですね制作のタンクトップですって、うん、あキャミじゃないで <laughs> タンクトップだったんだ <laughs> こちらは宮古島に住むアロンさんからいただきましたありがとう。平日仕事中に毎日ミュージックシャワーを楽しく聞いております、えー、ミュージックシャワーの大ファンでございます私はタイガさんと同い年の息子がいるお母さんです<う>実は今コロナの影響で休業中自宅待機をしていて、うん、そのことも含めて先週発メールしようかなと思っていて でも息子はラジオ聞いてないかもと思ったままメールせずにいましたがえ先日息子からなんとミュージックシャワーから突然プレゼントが届いたとのラインがありましたどういうことと思ったら自宅待機の中その1週間前からミュージックシャワーを聞くようになり私がメールしようかなと思っていた日にリクエストを息子が送っていたようでそしてなんとミラリクエスト抽選に当たりそれも 振ってほしいなと思っていた、えー、スピーカーが翌欲しいちょうどよね<等>ツイッターの、うん、このミラクルに本人もびっくりして歓喜の LINE が送られてきました休業中に思わぬプレゼントに元気づけられたようでありがとうございます私は柳拓さんの新人の頃から RBC アイラジオ毎日のように聞いております<ー>高校受験のおよそ40数年前当時、えー「先島アワー」という番組がありまして その番組にはがきを出して採用されたことがありあれが最初で最後でした、えー、今の仕事に就いた14年前から再び RBC アイラジオを聞くようになりマリさんとりんたろーさんのトークが大好きで毎日癒されながら笑って聞いております2あ嬉しい二人のコンビネーション最高ですねそして伊良部島出身の t a i さんが「ミュージックシャワー担当になりこれまたりんたろーさんに劣らずマリさんとのコン,ビコンビネーション超最高で楽しく聞いてますよ y 胴体が今日のテーマ栄養とということで ミュージックシャワーが私の心の栄養です。えめっちゃ嬉しい。嬉しいですね。長く RBCI ラジオ聞いてくれていて、うん、かつミュージックシャワーもずっとファンでいてくれてると。そして息子さんまでも。うん。ね、ありがたいですね。宮古島に住むアロンさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。 ミュージックシャワープラスプラステーマは栄養でおお待ちしておりますこちらチムニシークワーサーさんから頂きましたありがとう栄養、うん、栄養補助食品にカロリーメイトというのがありますが<る>発売開始は1983年だったそうですう、えー、当時僕は中学生で陸上部の友達から一口分けてもらっておりましたチーズ味が美味しくてうん、うん、なんかとっても元気が出たような気がしますうん、うん 今ではチーズ味に加えてフルーツ味、チョコレート味、メープル味、プレーンの5種類が出ております。うん、お二人はどの味が好きですか私は昔からフルーツ味が好きです。マリチーズ味。私、チョコレート派だったな。でも、なんかメープルはあのちょっと特別な感じがしたな。でなんかカロリーメイトってあの部活生の私からするとあのもう一つ違う思い出が乗っかってて。うん、カロリーメイトを あの試合大会の時にファンですって言って女子からもらうっていうのを目標に頑張ってたっていう思い出があります私ええもらっありませんでしいいやもらったことはないです女子からカロリーメイトにいつもなんか頑張ってて素敵ですみたいなのをメッセージ書いて後ろに箱に箱にメッセージ書いて女子が渡してくれるっていう何か風習があったんですよだからモテてるやつとかはそんなに実力がないやつでもいっぱいカロリーメイトもらってるんですよそんなに栄養いるかって思ってましたけど <laughs> うん、そ,あそうななんかあれはとかかもらわなかった千羽鶴みたいなのねあれはチームに送るじゃないですか個人に送るときに鶴、うん、で千羽鶴っていうかこれでなんか字を書いたりとかあ,ありましたね好きな言葉をこれで書いてあげるったなお守りとかだからカロリーメイトってイコール女子からもらう嬉しいやつっていうイメージがありますあカロリーメイトだったんだ 俺全然飯とか食わないからみたいなちょっと生きてやっちゃってた時にカロリーメイトだけで食事を済ますっていう日々がありましたね、はい、<laughs> ああ俺全然あの食事ってあの楽しむものじゃなくて栄養補給だと思ってるからみたいなことをよくわからない <laughs> 本当に間違ってる、ね、よくわからない理論でこのカロリーメイトだけで生きていた時代がありましたね何に対して生きてたんでしょうねあの頃 <laughs> ヒートさんからいただいたリクエストをお届けしましょうエリック・クラプトン「チェンジ・サ・ワールド」 お届けしたのはヒートンさんからのリクエストエリック・クラプトンチェンジ・ザ・ワールドでしたさてこの時間はいろんな方の心の栄養になっているそうです <laughs> このコーナーもありますおきのきな さあ始まりました沖ノ橿の,のコーナーです。<laughs> はい、もうもうなんか自分の体の中になんか栄養素が満たされた感じがしましたね。<laughs> 本当です、ね。<ー>みんなね。みんなね。ちょっと絞りすぎたなと思ったんですけど <laughs> 大丈夫でした。こうやて始まりました。この時間沖のあやアナウンサーにスタジオ入ってもらいました。<laughs> はいこんにちはよろしくお願いします。お願いします。おます今日の沖ノ橿ですね。私発信のものになります。はい、うん。沖縄で有名な妖精といえばお二人なんですか。 キキジムのキジムムナーそうです実は私このキジムナーとの出会いが沖縄来てからじゃなくて、うん、幼稚園くらいの時に映画の「ホテルハイビスカス」っていう<ー><ー>映画を両親と一緒に見ててその映画の中で主人公の女の子がキジムナーを探す旅みたいなのをやってるんですよ遊びみたいな感じで。その中で出てきててき なんか私も小さい頃からその一人子だったので、目に見えないものとかめっちゃ好きだったんですよあ<ー>。ああ、いいですね。<laughs> 一人遊びとかが大好きだったので、すごいキジムななんかこう興味があったんですね。うん、それでこっちに来てから。 あの大きいガジュマルのおきをに目にすることが何回かあって、うん、ちょっと気になってたんですあそこにキジムナいるんじゃないかなって思ってて <laughs> 今回このおきのきなおきにちょっと観察しに行こうと思って街 <laughs> に出てきましたので探しに行ったんですかはい探しに行きましたいいねあとキジムナっていうのこうなんていうんでしょう定義どんなものなのかっていうのをお二人ご存知ですか なんかちっちゃい頃から昔話とかに出てくる真っ赤な体、ええ何だろう腰身のみなんかねあの身のみたいなのつけててお魚の目玉を食べるぐらいの情報しかない。髪の毛が真っ赤で、髪の毛が真っ赤？体じゃない。体じゃない。そうなんだそうなんです。絵本で見てるからかな。体が真っ赤で髪も真っ赤のイメージがあります私。あ、体も髪も。体も髪も。真っ赤な髪の毛。そうですそうです。マリさん正解です。 今回沖縄の辞典でちょっと調べてみたんですけれどもキジムナ沖縄諸島に伝わる創造上の妖怪で大気味ではブナガヤとも呼ぶ赤髪のおかっぱに赤ら顔のあでも赤ら顔なんですね小アッパというイメージで語られる夜中に寝ている人の胸を押さ,さえて動けなくするなどのいたずらもする漁をし魚の目を好む語源は木のせいの「い」。 というふうに書いてありますちょっと金縛り的なそういういたずらもするといたずらっ子なんだよねガジュマルの木から基本離れないもんだと思ってました思ってました私も寮を好むって民家にも行くんだ行く行く行く寮には行くけど海とガジュマルの木の往復だと思ってました海のイメージなかったんですよね結構そうそうそういたずらっ子でお尻屋いるみたいなキジムナはいるでしょ こん <laughs> な風な木に生かせる、ものすごく近く感じてらっしゃるんですね、丸 <laughs> さんの中では。これだから、県外出身の沖野からすると、はい、沖縄にしかいない妖精だから。ね、不思議な感覚ではありますよね。うん、どんなものなんだろうと思って。なんかこの沖縄の魅力再発見のコーナーとしては、ぴったりですね <laughs>、はいで。何、観察をしてきたってのはどういうこと。<laughs> 今回は、そのガジュマルの木にいるんじゃないかと思って。うん 上学のガジュマル上学小学校の近くのガジュマルの木に行ってきました聞いてみて <laughs> たんでしょうか <laughs> ぜひ聞いてください

もからないからそもそも呼び捨てなのかどうかとかねその辺の問題もあったりするキジムナとのね交流是非したかったんですけど、うん、実はあの木の下のところにちっちゃいこう椅子みたいなものがいくつか置いてありまして、うん、そこにあの上品なおばさまが座ってらしたんですよ、うん、で私が1人でしゃべってるとこっちをすごい見てくるんですよ、うん <laughs> <laughs> 沖縄 <laughs> 仕事なの <laughs> 沖の縄っていう立派な仕事なのもう私これ一人で喋ってるのもギリギリでした<ー>精神的に <laughs> もう,うきじめながら呼べない <laughs> 人見知りを発揮するとこじゃないのここは <laughs> もうねきじめなに呼びかけるなっていう、ね、強さはなかったんです私には <laughs> 多分もう全く姿現してなかったと思いますあの時間う普通にただガジュマルの木がそこにあって圧倒されてるだけの音声になってしまったんですが、うん、私今回の発見としてですね馬場馬場か馬場っていうその、うん 競馬をしてた場所として、うん、あそこが残ってるっていうのは私初めて知ったんですね、うん、初めて知りました私たちも県の,あのホームページで沖縄の名木百選というのに上学のガジュマル選ばれているそうなんですがこの上学のガジュマルはその上学馬場通りに位置し戦前から民家にあったもので、うん 道路拡張工事の際に切られるところを道路線型の変更により地域のシンボルとして生かされるようになったと、えー、現在は街路樹として保護されているものなんだそうです。かつてこの場所は小ハグラババと呼ばれ月に1回競馬が行われていたと馬のモニュメントとババの説明板が設置されているというふうに書いてあります。私が読んででいたものですね、えー このガジュマルの周囲は住宅や学校が密集していて市街地で一際目立つ存在となっているというふうに書いてありました私も沖縄にあの初めてきつ違う違う違うえっと就職するときにん<ー>お家探しとかに家族と一緒に来たときにここ偶然通っていてほ<う>写真撮影してたんですよこの迫力やっぱすごいなと思ってはなのでそのことも思い出す今回の調査になりました沖 さっきから馬の話いつ出てくるのかなと思ったえ馬の話しかしてないよそうね <laughs> でもわからなかったからみんな沖野 <laughs> <laughs> 皆さんの憩いの場になってるんですねじゃないよキジムナ探すってあなたが言ったんでしょ <laughs> なんであなたが自分でずれてんの簡単には探せないのそうよ、ね、そうだと思うよ ガジュマルの木は樹齢100年にもなるということでガジュマルの話でもないんだよキジムナーの話なんだっておばちゃんたちが座ってたのでしょおばちゃんたちから見たらね若い子が来て一人でその辺ぶつぶつ喋ってるからキジムナーかなって思ったかもよこのおばちゃんたちがおばちゃんがキジムナーだったって意外にも女性の可能性ありふりまし赤い髪だったかもしれない確かにおばちゃんで、おばちゃんで赤い髪キジムナーって言ったら該当者多いっつーの ありうるよありうるねまさか座ってるっていう発想じゃないから確かに元気なイメージあそうそうそう。じゃあ今日の会えた可能性はゼロではない会ってたかもしれない調査報告いいですかはいお願いします調査結果今回キジムナーには会えたかもしれないし会えなかったかもしれないけどあのガジマルには絶対いる めちゃくちゃゃくっとさせた、ね、<laughs> あなた。ね、あなでもやっぱりこういうの感じるものだからね<ー>いるっていうのはやっぱり感じるから <laughs> ガジュマルのパワーはしっかり受け取ってきましたからはって、から。<laughs> 以上「きのきナワのコーナーでした。 RBC アイラララジジオミューーックシャワププススここまでは沖縄のコンピュータの歴史 OCC もっとお菓子を楽しもう南方地域の夢ある未来を支えたいイオン琉球沖縄トヨペットおいしさふれあい具志堅ン株式会社具志堅ザマミダンボール石垣牛専門店焼肉金城アイレディースクリニック工具のことならアストロプロダクツの提供でお送りしました。 ミュージックシャワープラスプラス皆さんからツイッター来てましたえっとねツイッターのタイムライン内でねあ私キジムナーですっていうキジムナー欺が多発しているので皆さんお気をつけください <laughs> 自分で言ってる人は全員キジムナーじゃないですそれは何でもわかるあ,ありがとう、えー、トラキチタイキチフジさんタイガさんちょっと静かにしててもらえますか <laughs> サーロー,ニーさん初めてタイガくんが後輩を注意しているのを聞きましたありがとうございます キジムナってあー進撃のメイちゃんえキジムナって秀坊さんなのって来てます違います <laughs> どう考えても違うよ、うん、みんなありがとうございますで秀坊さんちゃっかりテーマもツイートしてくれてます <laughs> 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 ありがとうございますいろんな方から、ね、ツイートもらってますよハッシュタグミュージックシャワーでつぶやいてくださいさてメッセージ参りましょうかはい来てますよこちら初めまして ドギーの双子の長男ですってへえ<ー>。ドギーさんの息子さん長男の方ねへえ<ー>。双子の長男ようこそ初めてなんですかそうかっこいいんだよ息子さんたち<ー>双子の長男さんからテーマの栄養 母親の料理のせいなのか1年で20キロ以上太りました <laughs> ありがとうございますすごい。<笑><笑>ドギーさん料理上手だから相当美味しいんでしょうね愛情もたっぷり入ってるからね<ー>これねリクエストをもらってるんだけどなんでこのリクエストかっていうのもドギーさんならわかるはず、うん、ドギーの双子の長男からのリクエストは甲田組栄養 これはありがとうの気持ち届いてるかなドギーさんドギーの双子の長男からのリクエスト高田くみえでしたさてミュージックシャワークイズの正解発表参ります今日のクイズ正解率100%でした正解はこの曲でし 今日のミュージックシャワークイズ、正解はピコ太郎でペンパイナップーアッポペン PPAP が正解でした。当選者の発表です、はい。ベースミックス制作番組オリジナルのシール当選したのは宮古島に住むアロンさん。ベースミックス制作番組オリジナルの T シャツ S サイズのブルーがまゆちゃんのパパ M サイズのグリーンがぴょんぴょんさん。 ミュージックシャワークイズ正解者の中から宮崎地鶏の居酒屋7段で使えるジムビームレモンサワー1か月飲み放題定期券ペア当選したのは震えるほどチューリップさんおめでとうございますはいお送りいたしますお楽しみにさてスタジオにはこの後の具志堅ストアからこの方入りましたちゃんとマリチロンチロンピーって書いてるそうマリのグラスはそうなんだよこれこれ大事でまだこれ番組始まってるんですけど、うん、まさしー <laughs> 時間よ時間よまさしあ、がんじゅーあってがんじゅーで固まったんですね固まりました一応は五月からまた買いますけど来週から買いますけど明日でも買いますけどあれですか沖の沖縄は今日で最終回ですか違います違います最終回だからむちゃくちゃやったんかな

気流員とかね。そう。あいいねいいね。いいですね。そうなんですよ。だからその沖縄やっぱり沖縄であ沖縄で憧れるなるべく沖縄がいいかなと思って。そうか。うん。久高はまあ沖縄の中でメジャーです。メジまあ例えば日向とか大城に憧れる人がいたり。日向はもっと多いもんね。多い。強い。近所。そうそう。だからあえてあんまりないのがいいんじゃない？金花段とか。金花段。金花段って住所じゃないの？苗字あるんですか？苗字あるんじゃないかな。 あるのかな。東金はあるあるけどね。ああそういうことか。いろんな妙字ありますからね。出てくるはずね。何がいいのちなみにまさしは。僕は鬼殺しがいいですね。いやいや。鬼殺し。鬼殺しまさし。めっちゃいいな。異名みたいな。なんで久しぶりに妙そうになるね。あの山田と地方である妙じゃ。絶対適当に言ってるんですよ。この後ここ2時からです。お聞きください。 今月のシャワープッシュ、アイアム旬で地図にない場所聞きながらエンディングでございますいただいたメッセージ名前だけでもジェラートのウサピョンさん宙に浮かんだ青さバさんつぶ、えー、ビーナスさんサローニーさんメッセージありがとうございます他にも遅れてきた出雲さんレッドスコープさんキこりのコさん名古屋のダンサーズさんぺこぽん聖人さん他にもたくさん来てました皆さんありがとうございますはいありがとうございます、えー、明日金曜日メッセージテーマは大当たり 大当たりでお待ちしております。メッセージどうぞお送りください。そして、えー、土曜日いよいよオンラインオフ会ね開催になりますから、うん、え今日ご紹介した登録の仕方とか、えー、しっかり予習しながらね、明日通信状況とかあの YouTube ライブの状況とかね確認しながらお楽しみください。また明日お会いしましょう。お相手は吉見太一とチロンチロン P でした。この後はチロンチロン P さん担当琉球ツーンプレゼンツ心ココホットドライブでお楽しみください。聞いてない。